だってまずゲームに真面目に取り組むって言葉でおかしいと思うんですよ。で梅原さんたちと対戦する方法ってストリートファイターやるしかないよね。時野さんも明君は来た方がいいよ。はい、じゃあすいません、今日は集まっていただいたいと思います。一応名目としては壮行会っていう壮行会あの、まあ、頑張っ、アキラさん頑張ってくださいね会ということで。あ、オッケー、自分で言っちゃうともういいじゃあ、ありがとうございます、お疲れ様です、乾杯。はい、頑張れ。いや久しぶりにお酒飲んだっすわ。あー、そうか、前回飲まなかった。そう、前回飲まなかったっす。いや、そう、で、まあ、簡単に、まあ、今日のね、この集まってもらったの、まあ、LINE を送ったんですけどね、全員に招集かけて先週集まってもらってって感じなんですけど、まあ、今集まってもらったメンバーの内容を言うと、まあ、こちらの2人が KOF で知り合って、まあ、もう多分14年後、十何年ぐらいの付き合いになる2人で、奥の方がセンちゃん、センちゃん中村さん本当に多分広島でゲームを真面目にやり始めるきっかけになった人だし、一番最初に知り合った人、そう、ね、多分これは本当に、そう、ね、そう、絶対そうだね、そう、だって今はなき、あるか分からないけど、したらばでやり取りをしてしたらばっていう匿名掲示板でやり取りをして、広島県のあのサンモールっていうね、ショッピングモールの中のゲームセンターで初めて会ったのが、ゲーム関係の、だって誰も名前なんて本名なんて知らないから、初めて知り合ったのが多分せんちゃんになる。でそっから7年ぐらい勝ち越せなかったじゃないですか。そうだね、もうそうね、そう、その KOF 2002M ってタイトルを人生ですごい頑張って、多分今のスト5とかスト6くらいとも一番やり込んだタイトルで7、8年勝ち越せなかった人だから、きしょい。最終的にはさすがにトントンとか勝ったりとかはやっぱ出てきましたけど、まあ、言うても熱量の差がやっぱばら出てて、俺が熱量マックスの時やっぱセンちゃんが低い時とかもあるし、でのと、まあ、タイミングの兼ね合いとかもあって、そうで勝ち越せてっていうので、そうで多分今はゲームやってる時よりは仲いい。そうだね、そうね、なんもないからね。やっぱなんかあるじゃないですか、やってる時に、しかも広島でほぼ2人でやってるといがみ合うのはまあできないんですよ。でもムカつくんですよ。やっぱゲーセン終わって12時閉店っつって、マジで落としたってそのまま帰るんですよ。あったっすよね。これ未だに覚えてるんだから、だって2対45で負けた日があって、ゲームセンターは有料よ。で2対45で負けて、そっから3週間ぐらい連絡取らなかったです。あったね、あったね。びっくりして、あったね、俺ってばダメなやつなんだなって。それはそれとしてムカつくし、ムカつくし。そう、ではもう一人こちらがキーさんっていう方で、はい、で、まあ、もともと KF やってて、でアクアパッツァで優勝したのってあれ何でしたっけ、KVO か、 KVO で優勝して3連覇。モルガンでしたっけ、モルガンで3連覇して、サインとか、なんだっけ、絵をもらってましたよね。絵もらった、絵ももらった、そう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 、有名な漫画家さんから絵をもらったりして、そうで、すげーってなって、今はボンバーガールめちゃくちゃやってて、で今でゲームやってるって感じなんですけど、でボンバーガールの公式大会、そう、2023年11月だったか10月だったかに行われた、あの KAC っていうコナミアーケードチャンピオンシップっていう、あのコナミのアーケードゲームの全国大会のボンバーガール部門で実況解説をやったというね。すごい話ない。何をやってるんだ。やっぱなんか、ね、あのだって公式に呼ばれるって信頼と実績みたいなもんだから。やばいけどね。いやでも。なんかスト5点のエピソード弱くない、大丈夫。大丈夫。ちょっと強すぎた。いやいやいや、もうだいぶ弱い。いやいやいや、こっち本当本物だけで。そう、でまあキーさんで、だってキーさんもだからセンちゃんのちょっと後とかで知り合ってるから、マジで十何年の付き合いみたいな、もう4年だね、2010年の多分4、5月ぐらい、3、4、5月ぐらいに覚えてますね。いや俺がちょうど広島にいた時期だったから、俺そこからすぐに東京行っちゃったから、へ、ああなるほど、そう、その期間だけだったんです。で、まあ、プチエピソードで言うと、その時に大会開いてくれたの、ゲームセンターで、KOF 2002M の。で、
その大会がただキーさんが今、東京にもともと住んでて広島に短期間仕事で来てまた東京戻るっていう流れだったんだけど、で5月でやったら終わっちゃうみたいななった時に一応引き継いで、そう大会やったんですよ。そうだったわ。そう、あのゲームセンターに電話かけて、あの〇〇っていうゲームの大会についてちょっとお伺いしたいんですけど、であの礼儀も何も知らない大学生がゲームセンターに電話かけてみたいな、ちょっと〇〇さんが大会してたやつの引き継ぎというかみたいな。そういえばそうだったね。そういやだから俺あんままだ周りに言ってないですけど大会開きたいと思うんですよ。そういうのもあって、あ、なるほどね。そうそう、例えばスト5の時も思ったし、スト6も、まあ、いつか大会開きたいなと思ってて、おもろいじゃないですか多分大会開くのって、人来てくれる人嬉しいしみたいなっていうのがあって、まあ、自分が落ち着いたら大会開きたいってなったきっかけでもある。あ、なるほど。そう、なんかうまいこと言ってくれるね。最初にそのやり取りしたのはシタラバなんですよ。あ、シタラバっていう掲示板があるんですね。で、まあ、ゲーセンの店員さんに、まあ、カンノアミパラっていうゲーセンがあって、そこで、まあ、大会開いてくださいよみたいなこと言われて、あ、わかりました、じゃあやりますっつってシタラバに告知を打ったんですよ。大会やりますいついつに。そしたらなんかその後にコメントが来てて、レスが、あの友達がいないんですけれども行ってもいいですかっていう謎のコメントが来て、いや友達いるいない全く関係ないけどなと思いながら、あ、全然大丈夫ですよっつって、あ、言って、で来たのがこの子だったんですよ。いや、そう、いや、だってあれよ、今で言ったら対戦会に一人で行くみたいなもんよ。まあ、なかなかハードルあるわね。そう、だから次こちらに移るんですけど、はい、まあ、こっちが、まあ、スト5を本当に、ピロさんはちょっと後から知り合ったんですけど、ステージさんはストリートファイター5を始めた初日に知り合った人みたいなレベルなんですよ。っていうのがストリートファイター5の対戦会があって広島で、でそれをしてくれたのがこのお店の店長さんなんですけど、そうそう、モンタネグロさんっていう店長さんが対戦会開いてくれてました。でそれのお手伝いというか参加者の一人でいて、最初多分本当に最初に喋ってる人だと思うんですよ。多分モンタさんを除いたら多分最初だと思うんですよ。どうも初めましてって言った時に、なんかいるじゃないですか、いろんな場所で最初に喋りかけてくれる優しい人、優しい人。だからゲームセンターでもそうだし、対戦会とかでなんか大丈夫ですかみたいな、そう聞いてくれる優しいおじさんでした。モンタネグロさんが平日に対戦会を開いて、で僕も休日にちょっと同じタイミングで一緒にちょっと減らしてくださいって言って、休日に対戦会開いて、でそれで、まあ、僕もちょっと一緒にやる側だったんで、なるべくこう話しかけて。っていう中の人選ばれたのかなって。そうだからさっきの、 なんかあの対戦会誰が来てくれ、まあ、いろんな人来てくれるだけで嬉しいよねのもあると思うんですけど、でもやっぱね、できる人とできない人っているからさ。そうで、そっから知り合って、まあ、コロナ禍になるぐらいまで、コロナ禍ちょっと2020年ぐらいになったと思うんですけど、あれぐらいまでマジで週3とかでオフ対戦やってる時期があって、全然週3があった。どこでやんの？それは例えばステージさんの家に行くとか、とか、だから対戦会もあってステージさんの家もあって、俺んちも別に開放してたから、で、あともう一人別の人の家もあったし、でその後ピロさんちもあった。そうね、もう1ヶ月でこんな感じだったけど。ゲーセンに置いてあったでしょ？いや、その時なかったんですよ。あ、そうなんだ。何人規模くらいでやったんですか？あ、でも本当にそれは身内対戦だったんで、4から5人みたいなのをマジで週3でやってて、いや面白そう。いや、そう、だ楽しかったんですよ。だからめっちゃいい。いや、やっぱリアルがいいね。そう、だし、煽り合えるし、やっぱゲームセンターって奥側の台やると大きい声出さなきゃいけないから大変なんですけど、オフってね、すごい感情あらわにされて、やっぱいましたよ、大パンするやつとか。今日は来てないんですけど。でもでそれを見て、あの大パンってピリってするときあるじゃないですか。でも俺ら後ろでこうやって手だけ爆笑してるんですよ。だからそんぐらいの関係性だったから、なんかその
仮にステージさんとその人が対戦してて、言ったら実は拮抗してたんですよ。拮抗すればしてることは負けたらムカつくじゃないですか。で負けた時にパーンってやって、俺とピノがゲラゲラ笑ってゲラゲラ笑いながら、まるまるさん、ダイパンは威嚇行為だからダメだよっつって後ろでゲラゲラ笑いながら、人コンボ終わるたびにそれじゃないとか言って、あ、今の安いとか。そう、一緒にキャミー使ってて、あ、そうなんだ。そう、同じキャラだったんで。そう、だから一挙一動にあのチャチャが入る。そう、あの嫁姑関係みたいなんですよ。うわ、これは嫌だたまたまね、その目が、その、あの、もう相方がその、あの、僕と同じキャラを使ってて、剣で、そういうのもあって、俺はこっちに言う、ゆぴろさんはもう一人に言うみたいな。それは面白そうだね。そう、まあ、っていうのを、多分本当に3年ぐらいやってて、っていうので、まあ、すごいお世話になってて、もっと言ったら、あれなんですよ、仕事です、まあ、サラリーマンで、まあ、今回辞めるっていう話になってるんですけど、マジで仕事でムカついた時に1回だけ、スイさん、今日飲めないっすかって言って、俺、すごいね、やっぱ覚えてたあれあったなって、そんな関係、それすごい信頼関係。いや、なんか多分、超ムカついたんだと思うんですよ、俺で、最初に出てきたのがステージだったんですよ。まだ知り合って、でもそれ2、3ヶ月ぐらい、いや、さすがにもうちょっと経ってた、うん、で、行って、そう、全然住んでることどこどこでやるもん。あの、今は、その時は近かったんです、割と。今は、引っ越しちゃって、そっから。今そうですけど、その時は広島行きに、まあ、割と近めとか、ね、あで、あ、向かいながら、そうそうそう、仕事終わって行って、みたいな、いやーっつって目標があった。いや、だから多分当時仕事がいろん、多分もう分かんない、どの時期か分かんないんですけど、忙しい時期だったのか、夜勤にぶち当たってた時期なのか、あの嫌な先輩の時期だったのかの3択のどれかで、そう、ゲームよりも仕事の時だったわけ。だからまあ仕事が、あの帰ろうと思っても帰れないみたいなぐらいの忙しさだった。夜勤と、あの嫌な先輩は2人の、あ、じゃあダブルパンチっすわ。だいぶ、あの、やばいっすっつって、で、多分その時じゃないんですけど、その後に俺、まるまるさんの胸ぐらつかみそうっすって会社の先輩の話して、あ、なんか言ってたらそれ。そうで、まあ、ピロさん、このピロさんはステイさんがサイスト5を始めて最初に知り合った人なんですけど、そこから1、2年後とかでしょ。いや、秋、あ、その年、そう、ね、俺が春で半年で、半年後、もともと香川に住んでて、で、そう、で、大学で香川に行ってて、ああ、地元はこっちの、そうです。で、それでちょっと帰ってきたタイミングだったんですよ、その秋が。そう、で、その時ってスト5やってた人は分かるんですけど、アルティメットグランドマスターっていうランクがあって、まあ、言うたら世界中で数百人とかのレベルなんですよ。確かそんなんですよね、その時。で、そう。で、しかも到達速度がえぐい速かったんですよ。でも意味わかんないぐらいすごいじゃないですか。だって本当に世界中なんですよ。日本だけとかじゃなくて。それはすごい。じゃあ日本人でもかなり少なかったね。本当にだから日本人でも本当にうん十人とかのレベルでしょ。そうそうそう。っていうのに到達してる県使いで、でそんな人が広島に来るってなったら。ねえ強い人が好きな人間は行くじゃ、ホイホイ行くじゃないですか。で、まあ、小野誠二さんとして対戦会に来てくれて、で対戦して、うわ、なんじゃこいつってなって、え、こいつ強いよってなって、で知り合った当日ですよ、 LINE 交換して2日後ぐらいに、まるまるさん対戦できないですかっつって、うち開けるんでっつって来てもらって、対戦して負けて、うわーっつって、ちょ、まるまるさん、明日も対戦できないですかっつって、いや、いいよって、いや、毎回いいよって言ってくれるんですよで、負けて、いやっつって、じゃ、分かったっつって、もう2日後にもう一回対戦してくださいっつって、2日後に対戦してもらって、勝ってで、勝った後に、俺、未だにマジ覚えてるんだけど、最初に言ったセリフが、俺、アルマスだよっつって、アルティメットグランドマスターだよ
もちろんね、あのセンスとかも感じるわけですよ。いや、わかるわかる。でも半年でこっち何年もやってるゲームの、まあ、知りたいな。わかる。そんなことあったね。センス感じますよね。ちなみに4回目はもうあの13年配とかしてます。そう、しかもあれなんですよ、あの僕がその広島に帰っていたっていうのが、あの国家試験に落ちてしまって、で、まあ、今年また再チャレンジするぞっていうところに、こいつはあの次の日に。最悪だ。そう、最悪の大会だ。いや、精神的にも来てるから、めっちゃ不利だよ。そんなことない。だからそこからもう、カーってこっちも熱が入って、やるぞっていう。どっちに、どっちに、国家試験、国試どころじゃないと思ってるゲームの。こいつ終わってるんですよ、うん、あの国士ってしかもすごい薬剤師なんですよ、うん、薬剤師ってどえらいすごいじゃないですか、うん、こいつ今もじゃあおめでとうございます、はい、でその年その翌年の最初の方に国家試験があると、うん、で秋に帰ってきたと冬普通に対戦してるんですよ試験が1月とか2月だって 2月でしょ、うん、12月とかまで普通に対戦してるんですよ。その年通らないでしょ。通ったんですよ。本当に2ヶ月はもう SNS でもうきっぱり立ってていやでも多分長引いたら SNS はゲーム立たないと思うでしょ。でもそのもっと早く勉強するぐらいだったのになんか夢中にさせるからな夢中にさせちゃおうと罪な男でいやでもだからなんていうんだろう本当に初めてなんかそのアルマスってやっぱそのやっき言って日本で全然いない人でマジでストリートファイターやり込んでる人に初めて会ったっていう感覚だったんですよ。そう俺やっぱその時お茶だけでやってた自覚もあったからってなってやっぱ衝撃を受けて。そう俺はなんですけど確かに負けてる時の方が好きだから。そう勝ってる時はねムカつく相手色が好きなんですよ。まあでもそれはね、この数日後に教えてもらったような。いや俺だって、その、まあね、それ当然それはありますね。アッキーだと、そのやってた時は、その広島にだって強い人が、まあ、そのいなかったから、その俺らぐらいのね。まあ、2人だけだったよね。まあ、あと、やってたやつがメンバーいたけど、やっぱりどうしてもそんな、こう、やっぱりガチでやるってのがいなかったから、うん、その2人でっていうか当時俺が1人か、まあそうね、大阪行ったり東京行ったりもオンラインがないからリアルで行ってて、でアキラ引き込んで行ったらようやくなんか大阪かいやもう絶対来いって、やばくない？ピロさんも言ってましたけど、もうあ、センスがレモンサワーも一つ。もうその画面から画面っていうのは、まあ、当時その次なんか、まあ、今も俺ストリートファイター全然わかんないから。なんかおしゃれなことをしたがる。ああそうそうそう、あの画面映えすることに、ね、そうおしゃれなことをしたがるしたがる今も今も言われる、まあ、当時は多分、まあ、今は多分隠しながら多分動けるんだけど、当時はなんかもうそれがもう、まあ、これしたいんだろうなみたいな、やりたいだけで、やりたいだけで、出つつでキャラも強キャラ絶対使いたくないみたいな。意外やね。あ、そうなん。いやそれ多分ね、わかんない。ストーゼーはそんなイメージないんですよ。強キャラ使いたいですよね。やっぱりもうなんか、ほぼ妖艶ちょっとおしゃれなキャラ使い。ああそうそう、なんか頑張ったらそこそこ強いみたいな。わかんない。ストーゼーかわかんないんですけど、清江戸って結構キャラ差がひどい。そうなんですね。キャラ差がすごくて、でも。もう競合は大体このキャラ使ってますみたいな、もうそれのが色濃く出るぐらいキャラ差が出るんですけど、それでも絶対使わない、使わずして勝ちたいみたいな、なんかおしゃれさが出る。でもそれで使っても画面からセンスがやっぱりいや、なんかまず上出るんですよ。ああ対空ね、対空上出るから、いやなんか弱いんだけど、こいつなんか弱いんだけどなんか上出るなみたいな。
で、なんかもう何回もお前もう来いと、もうやばいやつもうみんなすごいから、もうすごい世界があるから来いと言って、何回も言ったけど来なくて、でようやく何かのタイミングで、冷静に考えて、ゲームをするために県外に行く意味わかんなくない？あのね、あんたそういうこと言ってるけど、一回、まあ、県外じゃないけど福山には遠征行ったからね。県内だから。県内みたいなのじゃん、福山って。確かに県内。福山ってところは車で1時間半ぐらいかかるところなんですよ。には、まあでもその時は大学生で免許なかったから連れてってもらったんですよ。そうそうそう。連れて、4人ぐらいで行ったのよ。そう、連れてってもらったはさ、セーフじゃん。いや、だっていきなりさ、いやちょ、大阪行こうよってやると、行くかって話よ。だってこっちは、ゲームって安い趣味って思ってるんですよ。安くて楽しい趣味。で、いやいや、まさかそんなねえみたいな。で、でもやっぱ言われるから、あれですよ、朝7時ぐらいに広島駅集まって新幹線乗って大阪行って、子供が泣いてと怒ってて全然覚えてない。誰？達也さん。いや、じゃなくて、あの新幹線の中で子供が泣いてと怒ってた。あ、え眠てえのによーっつってえ、誰を目的で行ったの？その時は、達也さんとかもそうだった。あ、だから大阪の強い KF 勢を紹介じゃないけど、うん、お前行けみたいな、うん、そう、ポケモンみたいなもんですよ。広島から連れてったポケモンが、あの打ちのめされる姿を見てニマニマしてるみたいなそっからっすね、そっからマジで変わって、うん、だってキャラがもう、まあ、KO って3キャラ選べるんですよ、3キャラとも変えるぐらいもう、なるほど、いいきっかけだった、ね、いや、そうだって、その時俺、さっき2勝45敗あったって言ったじゃないですか。その後に、その大阪行った時に50連敗して50連敗ってやばくないですか？これ、多分人生で超えられない連敗数なんですよ、これ。で、ストリートファイターって絶対50連敗起きないんですよ、ゲーム性的に。ああ、紛れるんだ。本当に今のスト6とか絶対紛れるんですよ、はいはいはい、で KF も割と紛れるじゃないですか、言うても。まあ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 、紛れる側のゲームで50連敗するともよっぽどなんですよ、高低差が。で、そっから本当に今言ったように、あ、すごい世界があるんだなっつって、で、真面目にっていう言い方があってるか分かんないですけど、だってまずゲームに真面目に取り組むって言葉でおかしいと思うんですよ趣味じゃないですか。いや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 、まあね、そうなんだけど、だそっからなんか本腰入れてゲームやろうって思ったきっかけがその大阪。特にね、広島っていうか地方ってなんかあんまりその大会とかも関係ないし、やっぱ関東でやってるでかい大会、いや、その時で言うと攻撃とかであんま関係ないじゃん、知ったこっちゃべえになるじゃん。それはめっちゃわかる。俺もね、関東に行ってからやっぱり強くなりたいなって思ったから、今のところはそんなになんか別にモチベーションもなかったし、そう、だから多分、まあ都会の風感じて気取ったみたいな感じなんですよ、うん、ざっくり言う、あんな都会の人たちこんなすごいことしてるんだみたいな。そう、それピロさん近いよね、そのアルマスの剣使いの人ってこんなレベル高いことやってるんだみたいなのが、だからたまたま順番で起きてるみたいな、まあ、最初にだってセンちゃんに出会った時もそんな感じだった、ボコボコにされて、でその後に大阪行ってまたそれが起きて、で、まあ、そこから頑張って変わって、で KOF では多分そこから多分月1ぐらいで俺大阪とか東京行くような、月1か2ヶ月に1回。結構行っとったね。そう。だって俺大学の時に400万ぐらい KF に使ってるんで。計算したんだ。あの、いろいろ計算したらそんぐらいは行った。もちろん新幹線代とかやらないと。で、まあ KF 頑張ったなーっつって、まあもうその後もちろん別のタイトルもやったんですけど、KF も。で、ストリートファイターやろうってなったきっかけが、まあ KF で、その頃から動画見てたじゃないですか、ストリートファイターの動画って、トパンガリーグとか、うん、言ったら、まあ、俺からするとテレビの中の人ですよ、うん、まあ、バーサスの紅白戦の中もテレビの中の人ですけど、 そう、あんな感覚で、はいはい、トパンガリーグもテレビの中で、言ったら梅原さんとか、で梅原さんたちと対戦する方法ってストリートファイターやるしかないよねってなって、ちょっとやってみようって。でさらにそのタイミングで
今のツイッター X 調べたら広島で対戦会があるっていうのをモンタさんって店長がやってたから行って始まったって感じ。だから言ったら多分この2人いなかったら俺死んでる可能性ある。ここもか全部か。だからやってない可能性あるんですよ普通にゲーム自体。大阪行ってなかったらやってないし、だからピロさん会ってなかったら俺多分こんなやってないし、そうだし多分ステイさん話しかけられてなかったら一回も一回行って楽しくなかったら行かないじゃないですか人間って。いやなんかアウェーだったなみたいな。なんですけど、ステイさんはその時、あの勝敗というか、ステイさんは対戦してない。後ろから見てる。どんだけいい人なんですか。何台かあって、で、まあ、台数も限られてるから、うん、その時に多分、はい、初めの方だったので、まだ東京から初めて来た人に話しかけてみたいな、多分そんな感じで。あ、何回もすでにやってたんですか、ね。いやでも、まあ、2、3回とか多分、はい、まだ少なかったんですけど、だからちょっと話しかけて、はいはいはい、でちょっと話聞いてって感じなんですけど、はい、で多分後ろで見てたやったら、始めたばっかりって言ってたのに、めちゃめちゃ上出るし、なんかあの、そのレッと、進む前回やったレッとプレーの内容が全然違って、いや、ムカつくことしてんなぁ、言うよね、始めたばっかりとか言って、いや、でもね、でもね、これね、一個だけ、あの、でね、メンタルとかないんですけど、KOF やってましたとかって、マジ意味ないんですよ。あー、なるほどね。だって言うたら KOF って何って返ってくる感じなんですよストリートファイターで、割とマジでそんな感じなんですよ、だから例えば KOF で、まあ、デュエルっていう、まあ、その日本全国大会で1位になりましたって言ってもだから何って返ってくる感じなんですよ本当に。あ、すごいなのみたいな、すごいのみたいな、だから本当に世界が違うんですよねかけ離れてて、だから本当にフラットに見てもらえる場所なんですよ。いいね。そうで、でも嘘はつきたくないから始めたばっかりだし、だから知識ないんですよね。で、対空出るっていうのは多分 KOF のおかげなんですよ。未だに対空出る人ってイメージがあって、いろんな人に、そう。小中ジャンプないからね。そう。やっぱあの SFL で対空率とか見たらやっぱすげえ上の方に出るんですよ。数字で出るんですよ。そんなん出るの？そう。すげえ。数字出るんですよ、パーセンテージ。すごいよね。すごい時代になったよ。すごい時代だよね。いやだからまあ野球とかと一緒っすよね。その投手のなんか投げた数と比較してみたいな。そう。ゲームで遠征って意味わかんないでしょ。そうそうね。だって俺サッカーだけだよ。遠征って言葉聞いたことあったの。野球とかもそうじゃないですか。そうだね。ゲームで遠征って言葉ってふざけてんのみたいな。確かに俺もそうだったね。俺もそうだった。俺もそうだったよ。俺もそうだったよ。よし。ねえ、なんか、あまあね、でも。いや、でもやっぱなんか新しい刺激をもらってから、それを、その壁を取っ払うから、俺は、その関西から強いやつ、っていうか、もう俺より強いやつが出て、なんか、こう、広島に来て、ボコボコにされて、ああ、やっぱ他の地方ってすごいんだな、みたいな。うん、都会ってすげえ。から始まるじゃん。だからやっぱ今の特にその地方に住んでる人あるあるの話にさっき戻るんですけど、刺激あるかないかでめっちゃ多分今後のプレー変わるっすよね。そうだから言ったらセンちゃん、もともと言ったらセンちゃん東京いたんですよ。東京にいて広島に戻ってきたとかのタイミングで知り合ったがあって、言ったら東京の人と対戦してるみたいな感覚で、言ったらそのピロさんもアルマスの人と対戦してたから新しいものを感じてるみたいな、それの環境って多分恵まれてるかどうかなんですよ今は。言うてスチームとかでパソコンでゲームするからオンライン環境整ってるから、すごい時代だよ。そう、ね、割とでも感じれるは感じれるんですよ。わ、こんなすごい人いるんだみたいな、とか例えばプロゲーマーの人が配信してるから対戦してもらえるとか、っていうので身近に感じやすくなってるから敷居は低くなってるんだけど、その代わり刺激が多分下がってるんですよ。いや俺らからするとやっぱり都会にわざわざお金出した新幹線乗って行って
感じる刺激ってもうたまんないじゃないですか。当時はあんまり動画とかも出回ってなかったから、やっぱ実際に動き見ると衝撃だよね。13やり込んで時戸さんとかって進行があったんだ。あ、そう、 KF13 っていうタイトルで時戸さんと知り合ったのは結構でかかった可能性が。あの時はもうすでに結構ファンが来てたよね。あ、もうだから言ってます。だからそれがもうゼロニウムっていうタイトルが、まあ、新しいの出たしっていうタイミングだったんで、そう、もともと数ヶ月に1回関東行ってるぐらいの勢いの時に。そうだよ。そう、俺だって13やってないでしょ。やってない。だからその時対戦してないんです、あんまり。1回もじゃない、ほぼほぼやったことがない。だって俺だから常に絶対次も相当多分ガチだった時だよ。でも13はね、本気でやる気なかったっていうテンションだったんですよ最初。だってやっぱゼロニウムやりたいから。あ、なるほど、ね、そうそうそう、はいはいはい、だからでもその後にバージョンアップされたんですよ13ってタイトル。バージョンアップされた後に結構本気でやったんですけど、まあ、やったきっかけではまあ時戸さんもあったんですけど、時戸さんと初めて対戦した時になんじゃこりゃってやっぱその時もなって、だから多分なんじゃこれが俺いっぱいもらえてるんですよ、いろんなところで。でこれあの別の場所でも話したんですけど、その知り合ってから例えば数年後大学卒業するときに就職するか関東で、広島で就職するか関東で就職するかみたいな。でゲーセン勢みんなに、いや関東で就職した方がいいよって言って、その当時の俺は意味わかんない、ゲームやめるじゃん、いつかはもうやんなくなるだろうしみたいな。ゲームってどで言うて趣味でしょみたいな。でもみんな来いって言ってるんですよ。で時戸さんにその話たまたましたタイミングがあって、時戸さんもいや明君は来た方がいいよって普通に言って本当になんか多分どうでもいいけど、なんかさらっとそれ出てくるっていうことは多分ちょっとは思ってるんだろうなって思って、っていうのをちょっと前に時戸さん会った時にそれ聞いたんですよ。いやあれ何なんだこと言ったんですかって言ったら、いや分かんないって言ってわかんないんだみたいな。でもなんか直感的なものと、まあ、今後このゲーム業界自体が盛り上がる可能性があるから、可能性として来てもいいんじゃないっていう意味合いを込めてたって言ってほしかったなみたいな。もうちょっと早かった。もうちょっと。でも結果で今広島に住んでるけど、こうなってそのプロゲーマーになってっていうのはすごいよねって言ってもらえたんですけど、いや確かに俺もさ、なんかあきら君が専業になるって最近聞いて、あやっとかって思ったもんね。あ、そうなんすね。そう、いやもう散々さ、なんかみんなが慣れないって言ってたイメージあるから俺はね。いや東京に関東に来ればいいのにから始まって、いやもうそのそうで本人もやる気はあるっぽいし、ぽいね、やるあるっぽいから、だからいや別にさっさとなればいいのに何をまみついとんねんってずっと思ってたから、や今回選挙になるってなって、あやっとか、ようやく腹を決めたかと。ちなみに3年前ぐらいもここで飲んだんですよ、うん、確か。ああ3年前だ。そうで、その時俺 SF に出る前。あそうで、その時も2人と飲んだ時があって、え、専業なんないのほんと軽い感じで言ってくるんですよ、やっぱりみんな言うじゃない、みんな言うんですよ、専業なんないのって。で軽い感じで言ってくるけど、いや冷静に考えて安定とかないしみたいな、いや俺も何歳よみたいな、20後半よみたいな、はいはい、その当時もう20後半今も30、今年3にもなるし、ただ今年30とかかな。いや30歳で急にそんなの決断できますっていう話をすると、全員が全員、いや別にいいんじゃんって言うんですよ。いやそれは人ごとだから。そうそうそう。いやっていうか、なんかそのあきらくんが別になんか、いやそんな興味ないですって言うんだったら俺らは言わないのよ。君が承認欲求が高すぎてその、いやそんだけ承認欲求があるんだったらプロになったらっていう意味なのよ。そんな感じます？いやめっちゃ感じる。すごいうわーっていう顔で見てますね。そういう人たちとか、なんかそういう話題とか、なんか分かんない。いや分かる分かる、それは分かんないわ。あでも確かになんかそのなんかすごそうなことをしたがるのは昔から。いやいやいや、それそれはマジで、それ誰も見てないのに、なんかもうなんか一生なんかこれやりたいんだ、なんかやりたそうな動きしてんなみたいな。いやそれがね、それがもう生き方が出てるからね。生き方が立ち回りに出てる。生き方が褒められたい。生き方が立ち回りに出てるからそういうことになるから。
だってさ、ゲームやってて一番気持ちいいのってうおーって言われることじゃないですか。だってその KF っていうタイトルで全国大会あった時に、まあ、優勝した時があって、でその時対戦相手が決勝が7連覇したんです、相手が。そう、M ダッシュっていうプレイヤー。もう名前、もう7連覇して、もう本当に、まあ、神様みたいな人が、まあ、2人ぐらいいるんですけど、その KF の、もう1人が7連覇してるんですよ。その2人と組んだりもした時もあったし、7連覇。絶対勝てないんで、いや意味わかんないのが、今ってストリートファイターって2先なんです、基本的に KF は2先なんですけど1先なんですよ。だから1先、当時はやっぱり1先が主流だったんですよ。そうだから闘撃とかっていう大会と同じでドラマ見的ななんかね。そうだから言い方変えたら1先の大会で7年間負けなしなんですよ。やばすぎる、やばすぎるでしょ。やばすぎるやつと決勝で当たったんですよ。で、あの、まあ、先方対先方やって大将対大将やるみたいな感じですよ。で大将の自分のチームのチームメイトと M ダッシュで当たってほぼ勝ちみたいな状況をコンボミスって落としたんですよ。そうで、それ引きずるじゃないですか。でその後にやっぱブワーッと負けたんですよ。でいやほんまごめんって言いながら、いやっぱ大丈夫ですよ感じで言って、でさっき言ったその神様みたいな人の一人が M ダッシュで、チームメイトのもう一人が神様みたいな達也さんって人だったんですけど、俺はその昔からなぜかその神様に勝とうと思って KF やったんですよ、まあ、意味わかんないんですよこれ。本当に全 KF 勢意味わかんないって言ったんですけど、お前はそんな器じゃないみたいな。でだって関東の東の M ダッシュ、西の達也って言われるのが、だから東西の神になぜか広島に勝とうとしてるんですよ。でも言ってたよね、なんか俺らのそれがモチベーションだったもんね。そう、なんかあいつらに勝てる日がみたいなね。で俺は東京にいたから分かるけど、やっぱ地方で強くなるのは限度があるってずっと言われてたから、うん、それは関東人数が多い、キャパシティも多いから、だから研究もどんどん進むし単位戦の質も高いから、そんな中で地方にずっとこもってて、その対戦環境もないやつらが勝てるわけがないって言われてた時代。そうっていう時代の決勝戦が俺 VS M ダッシュになって、で、まあ、言うたら俺は関西よく行ってたから関西 VS 関東みたいな構図なんですよ。俺が勝ったら関西がウォーミューっていうみたいな、で M ダッシュ勝ったら関東がウォーっていうみたいな構図になってて、でマジの劣勢に立たされて、でもなんか笑ってたんですよ。意味わかんないんだけど、いやまあなんかいけるだろうなみたいな感じで、そうで、なんか、まあ、結局3キャラだからKFって言ったら、俺の大将って向こうの中堅みたいになって、しかもなんかゲージもめちゃくちゃ差があって、で全員がいやもうこれまた M ダッシュ優勝かっていう空気感が流れた中で、まあ、中堅なんか倒してすげえ頑張って倒して、ただ大将を回って、M ダッシュって7年間決勝の舞台 でその対象キャラ出てなかったんですよ。決勝の舞台で、そうなんだ。で7年8年目で初めて対象キャラ出た瞬間、みんなざわざわざわってし始めて、俺あのすげえ聞こえてて、えっつって。そうでマジで M ダッシュ俺より緊張してて、やっぱりですげえうまくいって勝った瞬間やっぱうおーってなった時はマジ気持ちよくて、人生で初めてゲームの大会で勝った後にチームメイトと抱き合ったっすもん。そこだけ映像で見た記憶がやったーって。そうだって、覚えてる。いや俺マジあの立ちぶったから震えたもんね。 あれやってないですけど。KF って結局なんか飛びが強いんで、その飛びで間合いをこう管理するみたいなところがあるんですよ。でその間合い管理のリズムのみたいなのがあって、そこでなぜかこいつがなんか全然リズムと全く合わないところで立ち吹っ飛ばしっていう行動をやったんですよ。まあ、言ったら置き技みたいな。そうそれがバコーンって当たって、なんかそっからなんか明らかに流れ変わったっすね。ちなみにやってなく、ね、やってなくて。よくあるんですよ。じゃあキャンセルに近づけばいいのにね。そうこれね、クソキャラ熱伝っていうので語ってるんですけど、少子っていうのは小ジャンプしながら出す吹っ飛ばしっていうのがあるんですよ。それがなんか目の前に冷蔵庫ついててめっちゃ強いんですよ。それ出そうとしたら
左手で上入れる前に先に右押しちゃってでこれ出ちゃってでこれ当たってロッキーっつってカウンターしっかりしたよねバコーンっつっ て, っ て, っ て, ってなってそうでそっからなんか動きおかしくなったんですよね相手も流れがなんかおかしくなってそのリズムがねで安直に飛んだジャンプまあそれでも結構対抗落とすの難しいんですけどいやいや結構あれはあれは結構仕込むのが結構難しいところをちゃんと仕込んでたそうで最後なんか対抗落として対抗しっかり取ってみたいなそうでうおーってなって、まあ、言うてもそのねその規模感で言ったら百何十人とかの大会っすよでもやっぱすごい嬉しかったっていうのがあってぶっちゃけ俺その年まで野次 M が好きだったんですよでそうだし野次 M 強い方が良くないぐらいの思考だったんですよその年に友達にマジで真顔で言われていやお前はそろそろ大会優勝しなきゃダメだよって言われてなんかその周りに舐められすぎお前野次 M でもそうだけどいろんなやつに本当に舐められてるから一回箔つけるためにも勝たなきゃダメだよっていうのを本当に言われたんですよそんなこと思われるんだみたいな俺は自分が楽しいからゲームしてるだけだったんだけどなんか周りがどう思ってるかとかってあるんだなと思ってそっからそっからそっから始まったいや割とマジでそれですマジかだって優勝してるやつってすごいと思うけど別になんかそんな羨ましいのがなかったのその時でその時多分初めて優勝してから俺の人生がおかしくなり始めたんですよそこもまた、優勝したいみたいいい意味でおかしくなり始めたねどっちなんでしょうねいい意味だよいやでもそっからだから例えば別の KF の大会もそうだしストーリー5の大会もそうだしなんかその優勝する意識が芽生えた大会っすよ初めてそれまで多分一回も優勝したことなくていやあったじゃんあったわタックで組んであったじゃんあったわいやこれ2人でこいつほんまそれはどうでもよかったんだいやいやちなみにその大会は人生で初めて大阪一緒に行ったって話したじゃないですかその後に人生で初めて 1,2 ヶ月後大阪行って、そうキャラ変えて東京行ったんですよ、2人で東京で 2on2 組もうみたいないやもうそこではもうサクサク東京に行くでもその大会って正直ガチじゃなくてその制限があるんですよ制限がある大会って俺ガチじゃないと思ってるからだからその大会とねキャラかぶっちゃダメっていうゲームそう KF ってだから3キャラ3キャラじゃないですかだから2人で6キャラ使わなきゃいけないみたいなストシリーズ出たら2キャラ使わなきゃいけないみたいなでその KO 家でいう僕がもう最強キャラを3キャラ使っててでそのまあ下と言われる中堅ぐらいの中から3キャラ選んで3キャラ使ってるみたいなタッグの戦いがあってで、まあ、今やってるか分かんないけど、まあ、でもやってるかナルトさん、まあ、ナルトさんもうナルトさんっていう人と直樹さんから直樹さんっていうすごい、まあ、当時のもう本当上位陣すごいもう方々、まあ、憧れの人がいてに挑みに、まあまあ、たまたま決勝がその2人になったから、はいはい、でなんで勝ったか分かんないけどなんでか決勝に上がれたいのかなんか決勝に上がったし全然覚えてない決勝自分の試合今までに覚えてるんですけどナルトさんって人だったんですよ野次合前日しこたま負けてるんですよ大会ガン処理してガン処理マジで処理多分1キャラ目で 2.9 割ぐらい減らしててこっから負けるわけないよねって言いながらキングハイデンキングカスミハイデンキングカスミハイデンキングでもガン処理してるんですよっていうのが初めての優勝でした。でもそれもね、後で言われた話があって、ゲームで優勝ってモチベ燃え尽きやすいらしいんですよ。わかる。で、優勝した後に俺また東京行ったんですよ。しかも多分一人で行ったんですよ。てんちゃんはその時一緒に連れてってくれたけど、俺一人でも東京行くようになってて。もうどんどん成長してくる。もう病気。ジャンキーみたいになってたから。言うたらクリスマスとかに一人で東京行ってゲーセン行ったからちなみにクリスマス二人でゲーセン行ったこともあるっすよ多分覚えてないの、うん、っていうので一人で東京行った時にその決勝で戦った直樹さんって人がアキラ君はあの大会で優勝しちゃったじゃん、まあ、しちゃったじゃんっていう言い方が多分合ってるんですよ実力にふさわしくない優勝みたいなでしちゃったからもうやめちゃうんじゃないかなって思ってたって
そのゲーム優勝っていう目標を果たした瞬間、そのこれ以上社交心煽られるものないから、優勝以上に。でも続けてくれて嬉しいわって普通に言われて、うわ、なんかキュンってしてキュンってしません、なんかそんなこと言われたら、まあまあね、優しいからね。そう、かっこいいわって思って、でストリートファイターでそんなこと言われたことなくてでもストリートファイターはそのさ、さっきの話に戻るけど、そのやり始めた時とか、そのコロナ禍、何が目標、その KOF はさ、俺らずっともう本当に、まあ、俺らというか、まあ、その行き始めちゃんと熱が入ってもらってからはマジで明確に言葉にして、いつか M ラシと達也さんをに勝てるようになりたいねっていう話をずっとしてたから、それが明確な目標だった。俺は叶わなかったけど、アキラがちゃんと叶えてくれたんで、だからやっぱそ、うん、何だったの、ストリートファイターはマジな話をすると、最初の2年ぐらいはダラダラやったんですよ。そうっていうのが PS4 だったんですよ。 PS4 ってむちゃくちゃラグいんですよ。やったことある人は、オンラインがある、オンラインがあるんだけど、オフラインとオンラインで 2,3 フレぐらい違ったよ。違うと思うね、2フレは多分違う。結構でかい、そうでかいですよね、だいぶね、結構でかいですね。だから言うたら対空が出せないみたいなレベルの違いがあるんですよ。だからヒット確認とかもね、やっぱりで、俺、まあそのさっきのセンスあるの話に通ずるので、反応がっていう話あるよね、反応がいい側みたいな、そうっていうのが落ちるわけですよ、オンラインって。だからめっちゃモチベーション低くて、オンラインはで、オフラインでやったらそれができるわけですよ。だからオフラインすごい主流でやってたんですよ。で、最初の2年は本当にダラダラやってたんですよ。例えばグラブルの格ゲーが出たとか、グラブル VS ファンタジー、それも俺めっちゃやってたんですよ。めっちゃやって、そのレイジっていう大会があって、ゲーム以外もやってんの？やってるっす。わかんねえわ、何それ。俺あれっすよ、グラブルの格ゲー、いや、グラブルファンタジーっていう、ソシャゲ、わかるんすか？全くわかんない。わかるんすか？わかるんすか？いつもそうですね。だってそしたら、あのね、こちらの方々は現役格ゲー勢だから、うん、今あの引退勢だから、あなたは引退して相当前にやめてる。全然ね、実績からして今からでも少しやっていただけたら、いや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 マジで、いや初めて面白そうだなと思うけど、もうね、今もう子供もいてみたいな、なかなかできない。そうで、グラブルって大会もだから、その大会に向けてやるっていうのがもうあったから、その時意識つけね、レイジっていう大会1000人くらいって大会あったんですよ。俺一応トップ20残ってますから、俺結構すごいっすよ。最初からもともとやる気があって、で、あの最初多分クローズドベータだと思うんですけど、あの4キャラぐらいしか使えないみたいな、はいはいはい、そういう時に多分あの当たんなくって、で人家に行って普通に夜中までずっと、でその人はスト5やったんですよ。でやっていいよって言われて、あ、じゃあやるわっつって、あの目の前はスト5の対戦、俺はグラブルでネット対戦みたいなっていうのをやってて、でグラブルも残ったりして、でだから片手間だったんですよ、スト5自体も。で KOF14 っていうタイトルも出てたから、言ったらどっちかというとボヤボヤしてたんですよ、何やるかが。例えばエボジャパンがあるから KOF やるみたいな、そうって感じだったんですよ。でエボジャパンスト5と KOF あったんですけど、俺はどっちの方がトップ8に残れる確率高いんだろう、いや KOF だなっつって、俺 KOF やって残ったんです、トップ8しっかり残ってた。そう、しっかり残ったんですよ。へー、エボジャパンが終わってからかな、マジで KOF やり始めた。そのコロナ禍真っ只中になって、パソコンが主流になったんですよ。ゲーミング PCが主流になって、これゲームが入った一因であるんですよ、絶対みんなパソコン買って、で買った理由がラグがないんですよ、うん、そんな違うんだ。で言うたら2フレぐらい違うんですよ、1.5 から2ぐらい違う。でもやっぱり、まあ、コロナよね、やっぱそうコロナ、コロナが進めたんだ。そうだって俺だってあの渋ってたんですよ最初、うん、だって最初うちだってあのね、コロナになる前うちになんか集合できたりしてたよさらっと言うけど
ですね。しかもなんか結構ゲーム2回ある感じだね。あるあるある。なんかちょっとそう、その時だばかりはなんかちょっと嫌味じゃないけど、ちょっと。私より会いすぎじゃないとか言ってた。そう、それ言ってた言ってた。あんなゲームにある理解にあるカルノさんが、その時ばかりはなんかね、めちゃくちゃ言ってたから。めっちゃ言って、めっちゃ来たよ。で、そう、パソコンって安くないじゃないですか。だって10万ぐらいするでしょ。いや、だから15から20ぐらいするんですよ。で、なんかちゃんとそのネット回線を主軸に置いたスペックで組むとしたら、もうちょっとないんだろうね。で、俺1個苦い思い出があって、キューブ13っていうタイトルで、それのそのスチームっていうネット対戦できるタイトルで、俺それやるためだけに8万ぐらいのパソコン買ったんですよ。スペックが足りてる。で、チンゲンサイっていうクソキャラ列で紹介したキャラクターがいるんですけど、俺本当にそいつのせいでやめたんですよ。8万で買ったパソコンがマジ置物になったんですよ。で、その苦い思い出を、苦い思い出があるからマジで踏み出せなくて、で今から新しいパソコン買ったら15万から20万するんですよ。いや俺やんなくなる可能性あるもんなーって。で1ヶ月ぐらいうにょうにょしてたんですよ。でも友達があまりにも、いやお前は絶対買った方がいいってマジで毎日のように言ってきてくれたんですよ。いや分かった、じゃあ買ってくるわっつって買ってきて、買った当日にちょっとお試しで対戦しようよっつって、今ちょっとプロゲームやめちゃった友達でキチパームっていうザンギエフ使いがいるんですけど、それと対戦したんですよ。そしたら、え、アキラくんこんな強かったっけって言われたんですよ。っていうのが、そのヒット確認が今まで PSO のオフ対戦でやってたじゃないですか。そう、PSO のオフ対戦でやってたことがネットでできるようになったんですよ。っていうのが、そう、そのもともと今までやってたことがオンラインでできるようになっただけなんですよ、言ったら。でそれのおかげで、その年から俺マジで勝ち始めて、ビビるぐらい勝ったんですよ。そうね、あれビビ、ほんと例えばなんかあの月に1回大会ありますみたいな状況だったんですよ。その月に1回の大会全部勝つみたいな。そうで、負けたとしても絶対トップ8にはいるみたいな。ああそうそう、へえ、ほんとに全部パソコンのおかげなんですよ、そのラグが減ったみたいな。でだからあのパソコン買って15万から20万減ったねって言いながら、その1年後ぐらいにはトントンになったねみたいな感じぐらいで勝ったんですよ、言うたら感覚的に。でその年に飲んで2人とで、梅原さんと対戦してる動画なんかすげえバズってるのあったんですか、あのアキラ株がどうとかみたいな。いやいや、めっちゃ あったあれは俺あったわ、俺はもうで、だってあの最初に言うても数年ぶりに連絡したんですよ。連絡した理由がキエさんが帰ってきてちょっと飲もうよってなって、あ、じゃあセンちゃん呼ぼうかっつって、センちゃん呼ぼうとした時にセンちゃんが ここに来る前に、いやまあとりあえず格ゲーって言ったら梅原っしょっつって、で梅原って調べたら俺も出てきてみたいな。そうそう、で、で明らかがどうとかっつって、お前っつってサンタコスね、サンタコスね。いやその時本当にパソコン買ったおかげでまたそこ一個きっかけがあって、いやあれってどうやって対戦が叶ったの？マジで巡り合っただけ？梅原さんが、これマジ梅原さんの優しさなんですけど、ラウンジ募集みたいなしてて、対戦でネット対戦で毎回3先1本みたいな、っていうので部屋を建てて早い者勝ちで入れるんですよ。で梅原さんと3先をやって勝っても負けても部屋を出るみたいな、っていうのを毎日やってますよ。で、んなもん狙うじゃないですか。いやいや、それはだって、だって梅原さんの対戦できるんですよ。下手くそでもお前狙うよ。狙うでしょ。いや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 、それは割と結構度胸がいると思うよ。いや、いや度胸とか関係ないから、承認欲求。あの梅原さんにアピールもできる。そうそうそう、で梅原さん視聴者にもアピールできる。そうそうそう、おしゃれなことしたんだ。だからそ、え、多分自分にもある程度自信ついてるから。あ、そう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 、その時確かに、そう、確かに勝ってた。一泡はふかしたるぞぐらいの感じでやってるから。確かに勝ってた。そうそう、いや、そうで、やっぱ梅原さんの一言がやっぱ響いて、最近この子強いらしいね。あ、そうそうそう、言ってた言ってた。この子って言われてるんですよ、20後半が。だから本当に知らないんですよ、向こうは俺のことを知らないから。だから若い子ってイメージがあるんですよ、うんうん、若くないのにこの子って言われて、多分プレイスタイル若いじゃないですか。うんうん、いや、
言動マジで若かったから。グイグイ。勢いがやっぱありますよね。そう。激しかったね。そう、そう激しかった。本当そう。そう。で、でも俺たちにとってはもうアキラ君常にガッキ。ガキ。そう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 。それはそうだなって思う。で、一番終わってるのが、その褒められてる動画なんですよ。最終的に兄さんで負けてるんですよ。俺負けてるんですよ。負けてるから落ちてるんですよ、あの動画って。あ、やっぱ梅原すげえな、みたいな。あ、なるほどね。そうそうそう。いや、ずっこいな、この動画、みたいな。マジであの時めっちゃ嬉しかったもん。あ、嬉しかったんですか。いや、俺ほんいや、だって本当なんかさ、なんか広島のさ、なんかすごい狭い世界でやってた人間が一緒の、言ったらなんか可愛い後輩みたいなのが、まあ、俺はもうなんかさ、諦めちゃったけどのが、それとだって俺今でも覚えてるけど、俺も大学生やってたから、ね、時にあのなんだっけなんだっけ、俺もごめん酔っ払っちゃって、勝ち続ける意志力だ。ああ梅原さんの方が小学館勝ち続ける意志力のだって俺渡したの覚えてるもん。ごめん、受け取ってない。いや絶対渡してよ、うちないよ。いやまだ借りっぱくされてるだろ。俺すごいこと書いてあるぞ、これ読んだ方がいいぞっつって、そう渡して、もう大好きなんだ俺。だって格ゲー始めたの兄貴があのサード勢だったから、うん、兄貴がサードやってて、そうサード勢で、でもうすごいなんかで、まあ、兄貴へのこうコンプレックスじゃないけど、そう兄貴に買ってやるみたいな。兄貴もちょろっと KF やってたから、うん、っていうので始めたのがきっかけだったから、でずっと梅原もう神様みたいな、いやもう家みたいな、梅原と対戦してるみたいな、対戦をしてるみたいな。まあそうなるっすよね。対戦をしてる、しかも認められてるみたいな、認知されたみたいな感じですよね。めちゃくちゃ嬉しい。ちなみにこんなこと一回も言ったことないからね。いや、やばいのがさっき のセンスあるもそうなんだけど、面と向かって言われるのが確認やめた後だから。まあ、やっぱ認めたくないのもあるだろう。あ、そうだね、あるね、あるね。ピロさんもそうなんだけど、毎回あの枕言葉に認めたくないんだけどって言うね。いや、マジわかる、めっちゃわかる。いや、だってやっぱりそうっすよね。自分でそう。こんな無名というか、別にその、ま、負けるって思う。いやこっちもだって頑張ってやってるじゃないですか。そうですよね。違うね、金払って東京大阪でやってるわけだから。まあでも俺はなんか格言やんなくなったから。なんか確かに素直に応援できるけど、まあ、確かに格言やったらなんか多少なんか嫉妬あったかもしれないね。だって今言ったらピロさんとそのずっとやってたんですよ、マジで。で、ある時期からマジでずっとやってるけど、割とずっと勝ってたんですよ。で、毎回あの手この手使ってくるんですよ。分かるよ。で、あの手この手全部パーンってしたんですよ。毎回やっぱりみたいな感じ。いや、俺もね、エボジャパンでアキラ君と当たったの。で、俺あのさっきも自己紹介であったように、一応大会は勝ってる人なのよ。だからあの実力差がある相手に対してのひっくり返し方みたいなの自分なりにあって、勝とうとする感じ。大会の勝ち方は俺多分知ってる側だと思ってるから、だからあの、アキラ君と当たった時、普通に実力じゃ100負けるなと思ったんです。で、あ、でもアキラ君はあのオフ対戦のあのわちゃわちゃノリが絶対好きだから、こっちが一見ふざけてる風でわちゃわちゃやったらこいつも手抜くっていうか、ちょっと隙出てくるなと思ったの。こそく、しょうもない、しょうもない、しょうもない。で、エボジャパンってオフ対戦だから横じゃん、横なのよ。だから兄弟じゃないから横だから、俺が
めっちゃ喋りながらやったら、あっけけけけけけっつって言ってたら、こいつも集中力すごいじゃん。いやでもこいつもなんかそれで一緒になってなんか爆笑しだして、そしたらあでもこういう時のあきらくんってパナすよなっつってガードしてたら、なんか勝利パナし出して、はい来たっつって、俺はなんか俺は口ではめっちゃなんか楽しくやってるんだけど、めっちゃ真剣にやってるけど、こいつはまんまと引っかかって。引っかかったんだよ。まあ、でも負けたけどね。いや、2先だったから、そう、いかかった。いや、あのね、なんか1戦目もなんかいいところまで行って結局負けたんだけど、1回も勝てねえじゃん。先方戦は P 勝ちしたんだよ、これ。3キャラいます。そう、先方戦 P 勝ちしたけど、そこでさすがにヤバいと思ったのか、修正した。いや、あれね、でもね、でも俺は間違ってなかった。間違ってなかった。ちなみにこの前にあのエボジャパンあったんですよ、4月に。エボジャパンあった時も対戦相手外国の方だったんですよ。で、外国の方が俺がラウンド取ったりするじゃないですか。わーいみたいな感じになったんですよ。オーマイガーっつって。KOF もあった。そう、エボジャパンタイトルでいろんなタイトルがあって、そうで KOF もあって、その時に当たった外国人がすごいリアクションが良くて、オーマイガーって、ノーいやでもね、もうダメだよ。ダメだよ。でもう今プロなんだから。で、あの後ろにいた知り合いに、え、アキラさん大会中だよねって。ダメだよ。それ言ってたのが、あのスマブラで超うまいあのザクレっていう人なんですけど、ザクレさんと当日知り合って、当日後ろで見てくれてて、え、アキラさん大会中だよねって言って。アキラさんの弱点はそこなんで。いや、そうね、そこなんで。いや、そう、アキラに勝ちたい人はもう本当なんかのじあいのり持っていけばね、のじあいのり持っていけば隙が出てくるんで。そう、でもさ、いや、さっきも言ったけど、今プロになるからみたいな感じで、もともとプロなんだけど、一応ね、一応ね、なんか専業になるって言い方よ。そうね、専業な。だから専業になるって聞いた時って、え、何で知ったんですか、まず専業になるって。俺言いましたっけ、ね、X。 いや、そう、 X で聞いた。でしょ。で、あの、あきらくんのポスト見て、あ、マジか。だからもう言ったら、もともと慣れ慣れ言ってた側の人間じゃないですか。でそれがいきなり、え、こうなるんだってなった時って、まあでも知り合いもいろいろまあいるじゃないですか、関東でゲースバーサスとかで。え、マジでなんかどんな感じだったんですか、とうとうみたいな感じ。うん、だから俺はなんかやっぱさっきも言ったけど、そのもうやっとから決めたかだったから。あ、まあでもね、やっぱ俺はそのボンバーガール勢だから、はい、まあ松さんが一番近いんだけど、はいはい、今その松さんとかもなんか、あ、よかったねってずっと言ってて、うん、俺は本当なんかやっとなったかって感じですか。そう、もうね、遅いよ。まあ、まあ、なるんだったら早なれやっていう、まあ、せめて20代よね。いやでもね、まあ、それがね、アキラ君の決めた道だからさ。いや、俺はもう素直に応援したいなと思うよ。いや、そうだって俺言ったら、ピロさんとかステージさんにも専業になる話別にしてなかったじゃん。そうね、だって X で知ったでしょ、2人とも。 X で知ったけど、でも、うん、そっかぐらいの感じ。そう、ね、いや、びっくり、なると思ってない。いずれ、まあ、いずれは、うん、でびっくりはしたんですけど、でも別になること自体に全く驚きはなくて、なってもおかしくない、まあ、だって、まあ、実況で申し分ないし、まあ、あんだけ演じられたら配信で。あ、ピエロ演じてる。配信で、あの視聴者のね、あ、喜ばせてる。ただまあまあいけるっしょっつって。演じなったことに対しては全く、ね、まだ見知りは全くね。そっかーっていう。まあ、ついにか、本当ただついにかっていう感じでした。ね、いや、そう、アキラ君のいいところは承認欲求が高くて、でも自分のパフォーマンスはあんまりなんか人に見せるのをなんかその前提としてないみたいな人じゃないから。ちゃんと見せ方とか、なんかエンタメ性みたいなのもちゃんと意識してやってるっていうところが俺、偉いなと思ってて。求めてるものは一個だけ聞いていい？褒めてます。褒めてる。褒めてる。でもそれは理由があって、その SFL に出た時に梅原さんとフードさんと組んだ年があって、うん、で、フードさんにその配信をすることの意味っていうのを教えてもらったんですよ、うん、っていうのが、配信って
その頑張ってるっていう風に見えるんですよ。例えば練習を頑張ってる、例えば1日8時間対戦してると最低8時間対戦するんですよ、その人って。で8時間毎日やってる人間って多分、まあ、すごいんですよ。まあ確かに格ゲー8時間ってしんどいじゃないですか。なかなかしんどい、ね、そうっていうのをやってると、でさらに、いや俺のインチキなところを言うと、昼間サラリーマンをやる、確かになをやめてねやめてね確かになやめてねで俺22時とかから配信始めて3時ぐらいまで配信してるんですよ、してたんですよ。で何時に起きるの？7時に起きるんですよ1日4時間睡眠とか。そうっていうのもあって、あの応援されやすい環境作り。3年続けたの。だからでとうとう3年目にして健康壊しちゃったから、あ風邪ひいたって感じですけど、よく壊さなかったよねって思うけど、ね、そう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 、それは、ね、若さですよ、そう年、そう だから2人とも専業になるってなった時は X で知ったわけじゃん。あそうね、うん、あまあそっかって感じってことでしょ。まあだってだってその時ほっとしたのはあるよやっぱり、まあ、これまあ ちゃんと寝てくれるかなっつうので、あ、まあ寝てない、うん、寝てないアピールしてたからね、そういうところよそういうところ。ちょっとその専業を知った経緯的なところでいいですか。すごいなって、そのストリートファイター6俺やってないんだけど、5もやってないし4もやってないし、うん、やってないんだけどすごいなって思ったのは格ゲー、うん、今 SNS もやってないから、うん、知りようがないんだよ、うん、知りようがないけど会社のあのイントラというか、会社でその自分の趣味みたいなのを会社にアピールしないって書くことないから、すげーって書いてたわけじゃないわけです。そしたらなんか、たまたま格ゲーをやってるシックスでブランカ使ってる人がいて、人が格ゲーやってるんですか、ブランカガチでやってますみたいな人がいて、その人からたまたま会った時に、なんかまあたまたまというかその前になんかそのまあなんかちょっとレベルを同じだと思ってほしくないから英語出せ英語俺アキラに全然あのアキラ何年も負けなかったけどみたいな、だからその言ったらストリートも有名なストリートまでやってるアキラ、キャミー使ってるアキラさんみたいな、わかるでしょみたいな、アキラ、私のアキラあいつボコにしてましたよっていうことをアピールして、えぇ、みたいなっていうのがあって、そしたらこの間中村さんアキラさん専業になりますよえぇ、みたいな、何も聞いてないけどみたいなあのアキラがついに決めたかっていうので思ってて、でしたらなんかチームがなんかどっかそのやっぱその広島じゃないから、うん、多分広島から離れますよみたいなことを言ってくださって、それはその会社の人、そう会社ででも飲みに誘いたいけどでももう違う世界だし忙しいだろうから誘えないなって思ってて、この間先週たまたま飲みに行けて、俺全然関係なしに誘ったけど俺は全然関係なし、計算帰ってきたからまあまあ誘うかみたいな、そんなの知ったから、いやすごい、もう人口がもう、そうね、めちゃめちゃ上がってますね、特にシックスになってからすごいよね、羨ましい、羨ましい、いやすごい、だってそんなだって、まあ、ね、いやあと5年5歳分ければね、続けとけばね、ワンチャンでも遅くて、全然全然、確かにね、なんか全然で一緒にやれたらなって思います、やりたい教えてくださいね、やっぱどんどん上手い人も、まあ、若い、多分特に若い人だと思うんですけど、対戦会とかやってても、うん、あの何年か経ってめちゃめちゃ強い人がいて、でしかも、まあ、広島でレアキャラで、あのめっちゃ対戦が来てくださいってめっちゃやったりとかっていうのもあるし、あのこの前アキラさんが行った1対1のレプトンでやった大会に、そこにレプトンで大会やったあそこのそこに行ったすごいでしょ、コイン通りのね、嘘でしょ、急
近所なんだけど。まだ生きてんの。いやだから5日以上レプトンっていう大会で、あのエボジャパンっていう大会あるじゃないですか。東京でやるエボジャパンの、あの宿泊費と交通費を出しますみたいな。エボの大会あるの。その大会で優勝したらあなたにそれを出しますみたいな。大会 あの実況解説。そうそう。まあ出ちゃダメなんだ。え出ちゃダメ。いやあれね、それね、悩んで悩んだよ。いや出るのもちょっとなって思ってる時に、実況解説、実況解説どうすかって言われて、あやりますっつって。そうやっぱ、まあ、実況解説とかやったことないけど、多分割と好きなんですよ、そういうのって。人のプレー見るの好きだから割と。そうで、そう広島でもそういう大会が開いてもらえてるっていう。でしかも そこにすごく強いプレイヤーも、まあ、マスターレートっていう、ポイントがあるんですけど、そこでかなり上位 のプレイヤーとかも参加してて、でそこに参加したプレイヤーが、まあ、優勝はされてないんですけど、その方がまた公式のすごい大会でかなり上位に残ってて、その名前見たりとかっていうのもあるから、やっぱどんどん多分若い人だと思う。だからそれがきっかけで人を呼んだりとかできるってことですね。そうですね。でもどんどんあるんで、だから、まあ、お礼紹介もあるんですけど、その大会で上位に残ってた人が、あの広島テレビ、あの、まあ、放送局、ヒロテレに出てるんですよ。ゲームの番組に。ゲームの番組があるの、広テレに。マジ？e スポーツ道っていう広島の深夜0時ぐらいになるんですけど。アキラも差し置いて。いやで俺がその例えばそのキララさんっていうのを俺が2人紹介して、その言ったらその広島チームイクサっていうチームの人から、アキラさん誰か広島でいいプレイヤーいないですかみたいな感じで聞かれて、あじゃあ〇〇さんと〇〇さん若くて強いっすよって言ったタイミングで、その5日1のレプトンという大会で上位に残ったんですよ。だからタイミングも良くて、でその2人進めて本当に番組出演してみたいな。そうだから、まあ、広島の中でも、まあ、若い人がちゃんと強くてあるみたいな。そう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 、だから俺も対戦会ってあると極力行くようにしてるし。そうそうそう、やっぱなんかね、自分が行っておこがましいですよ、おこがましいですけど、いや明さん来てくれるならっつって偉くなったな。やばいよね、ほんまムカつくよね、あれ払ってお前大阪に対戦行っとったやん俺ら。なんかこの間高校生がさ、いやあったね、なんかその結構さ、電車多分1時間ぐらいかかるんじゃないかな。ね、府中っていう場所あるじゃないですか。30分ぐらいかな。府中に住んでる府中町、府中町、まあその広島の府中町にあるっていうところが、バスと電車を乗り継いで俺に会いに来たみたいな。でしかもなんか来るのギリギリでさ、5時間ぐらい待ってさ。その日あの深夜まで対戦してて寝てたんですよ。で対戦会対戦会行きますって言って。あの18時終わりで着いたの17時半ぐらいで、17時ぐらいにピロさんからアキラ今日来ないのって言われて、高校生の子がアキラに会いに来てるよって言われて、ね、行く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 ってさすがに不備じゃないですか、夢も出せれる、それ会えないって、もう夢も夢持たせてんじゃん。いやそう、すごいね。いやすごいっすよね。だってね、いや先週話した時もこの話題出たんですけど、アキラが人に物を教えてるみたいな感じなんですよ、2人からすると。クソガキだったもんね。いやだからね、その基本的にコーチングの話とかあるじゃないですか。だから例えば VTuber の人に教えてるとかっていう話で、キースさんがあれでしょ、結婚式行った時ですよね。あ、そう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 、友達の結婚パーティーに行ったら、そのなんか女性陣、その女性チームみたいな方と話す機会があって、その時になんか、なんか最近は格ゲーがその自分たちの推しの部位が格ゲーをやってるみたいな話で、あそうなんですかって、どなたですかって聞いたら、なんかちょうどそのアキラくんが教えてた人で、あそう僕の後輩が教えてますっていう話して、そうそう、かなえさんっていう VTuber の二次三次の、はい、でなんかえなんて名前ですか、いやアキラって言うんですけど、アキラさんなんですかみたいな、おいおいおいどういうことだよみたいな。いいないやだからいいこの話とかも聞いて、いや俺って俺自身の目線っすよ。だって対戦会とか普通に行くし、こうやって遊び誘うし、俺は変わってないつもりなんですよ、基本的には。偉そうにする気もないし、
なんだけど、こういう話を聞くと、あ、なんか、え、俺ちゃんとしなきゃいけないのかなみたいな。ちゃんとしろいや、しかもさ、あなたは社会人から専業になってる人だから、もう本当ね、他の人よりも気をつけないといけない。クリーンな人？そう、てか、いや、例えば、その集合時間に遅刻したりとか、そういう時間にルーズなことしたりするの、本当ダメだから、ね。今日、20時集合だったんですよ。うん、20時1分だから。いや、俺は55分に着いたっつって連絡して、今向かってますっていうか、あ、これ多分10分くらい遅刻するなと思って、ちょっとコンビニでちょっと時間潰そうっつって。でも着いた瞬間の汗だく姿見て、あ、急いだんだなって分かったでしょ。いや、急いだ関係ない、結果忘れてた。結果忘れてた。多分2分くらい遅れた。いや、本当ね、時間はダメよ。時間はちゃんとやっぱ、いや、それこそあなたはもう本当、その専業になったことによって、その専業プロたちの、印象も大事になって、将来が大事になってくるんだから、やっぱ、あ、こいつらダメだなと他の業界の人に思われちゃダメなわけよ。保護者だから完全に説教だね。この辺こんなもう保護者の気持ち、壮行会だっつってんのに。いや、マジそうだよ。肝に銘じてよ、本当。今ね、すごい思い出したことがあって、俺らも希望を、もう保護者、もう保護者、思い出したことがあるって、思い出したことがある。なんかね、マーダーミステリーっていう、なんか複数人でやる、なんかまあ、ゲームみたいなのがあるんですよ。18時半集合ねってやれて、6人集合だったんですよ。で、全部が終わった後にぐさってやれたのが、アキラさんだけっすよ、3分の3遅刻したのってやれて。それはだってよくない、よくないよ。カフェーバー自体のね、ちょっと印象がね、1回目と2回目はちょっと仕事があったとかあるんですよ。3回目寝坊なんですよ。ダメじゃん。わかるわかる。3分の2は事情があるからいいだろうじゃない。いや、本当なんかあれよ、ただでさえ格ゲーマーは時間にルーズだって言われるんだから、社会人出身だっていうことで、そういうところはちゃんとマジで気をつけないとダメだよ。はい。いいか。はい。次から気をつけろ。はい。まあでもなんかね、こうやってなんかちょっとしたなんか雲の上じゃないけど、まあね、こんな感じでもなんか、まあ、あったらやっぱりいつも通りだから、ちょっとほっとしますね。確かに。なんか変わってないなって。いや、でもね。ファイブの時は岡山に行ったりとか山口に行ったりとか、あ、そう、うん、初めてストリートファイターライブで一緒に遠征行ったのもステイさんたちなんですよ。そう、なるほど。山口行く時に誰か一緒に行く人いないからって集めたら来てくれて、え、じゃあ遅刻しなかったんですか？その時は全然ない。多分2回目だから。何がするわけない。おい、そういうとこだよ。人みたいにすんのやめた方がいい、マジで。あと、現地で何時開始って決まってるんで、遅れるわけにはいかないから。一人じゃん。毎回やって。誰かに迷惑かける。毎回やって。この回は遅刻していいじゃないから。いや、そんな思う。確か。人聞き悪いな。言うとさ、なんか俺らなんか最近上村さんに迷惑かけたことあったよね、確か。上村さん。チーム戦組んだ時に、まず、あなたが先になんか寝坊かなんかして遅刻かなんかして、で、それまた別で俺が組んだ時、俺もなんかなんか、ま、時間勘違いしてみたいな。多分ね、すいません、同じかと思ったみたいに言われて、2人でチーム組んだ時に多分ね、21時開始とかだったんですよ。21時開始でピロさんに電話しても出なかったんですよ。あ、俺今日一人かなぐらいテンションなんですよ、別に。で、一応鬼電しといて、ずっと LINE 鳴らしながらスト5眺めてて、で、21時10分ぐらいに起きてきて、まあギリギリ間に合ったんですよ。はい、間に合ったから全然いいし、まあ、別に最悪一人でもいいしなぐらいのテンションだったからいいんだけど、でそれプラス別の大会でも俺が多分今の話だと遅刻したって話で、だから岡山に住んでる上村さんって人から、広島人ってそうなんだねみたいな。でしかもなんか、今日なんかめったにしたことなくて、それだけだったんだけど、たまたまそこに引っかかっちゃったから、もう。いや、ね、マジ気をつけないですね。気をつけないですね。時間をね、本当に。遠征行く先に、交通費とか、なんかどういう、まあ、ルートとか誰が運転するとか、そういうのすごい気を使ってくれて、考え、他の人は考えてないけど、この人からはラーメン。いや、当たり前だから。いや当たり前じゃないから。当たり前だから。いや、気遣い。知らないと思いますけど、はい、格ゲーマンの中だとバリ気遣いできる。格ゲーマンの中だと関係ない。ダメだ。確かに。いや、ダメ。そもそものハードルが低いから。まあ、でも褒める流れで言うと、なんか例えばもうプロになってからも、なんか県外から何々さんが来てくれたよ、どうって言ったら、
あのなんかその大事な大会の最中でも行けたら行くわって言って絶対来てくれるんですよ。今のところ行けたら行くわ100%来るんですよ。格ゲーマーの行けたら行くわ、行けたら行くわってすごいなって思うよ。格ゲーマーの行けたら行くわ覆してるから、行けたら行くって来るんだなって毎回思うから。誰っすよ、例えば多分あったのが大会があって大会が終わった後にピロさんち行ったりとかもありますからね。そうね、だからさすがに来ないだろうなと思いながら、やっぱなんか、うん、多分それって理由があって地方住みじゃないですか。地方住みの人が東京行った時って遊んでもらうじゃないですか、ね、逆の感じで県外からいやこんな偏僻な広島という土地に来てもらったらそれは接待しないとじゃないけど、だってその今まで人にやってもらったことを恩返しじゃないけど、でも言われたことあるんですよ、昔知り合いに KF税のなんかまあお兄ちゃんみたいな人がいるんですけど、その人に、まあ、マヨラーさんなんですけど、マヨラーさん、そう、アキラ、いや今は多分やってないですけど、アキラ君、いやなんか俺にやってもらったら別に感謝せんでもええでって言われて、大阪の人なんですけど、感謝せんでもええけど、もしアキラ君に若い子がいるんだったらその子に俺と同じことしてくれたらええよって言われて、いやかっこええってなって、俺すげえその言葉大事にしてて、だから広島に来てくれる人には、まあ、手厚くじゃないけど、ちゃんと例えば食べたいものなんですかであったりとか、そういうのはちょっとしたいなって思うのはいいとこっすよね。まあそうそう、若い子限らず広島に誰かが来るってなったら大体エスコートしてるっていう。まあそうね、うん、まあ、関西、まあ、パイスさんもねとかね、いろいろやっぱり、ね、ラーメンも連れてくれてたし、基本的にやってもらったことをやってるだけっていう感覚なんですよ多分、うん、だから別に優しくしてるとかではないんですけど、まあね、陰風に取られたら嬉しいよねみたいな。だ、だいぶ今の取れ高あるね。あ、そう。やっぱ我々はそのスタンスを、いややっぱすごいね、あきらくん頑張ってるねじゃなくて、うん、あんまり調子乗んなよっていうことによって戒めていくっていう立ち位置だから我々はね。だから常にやっぱ褒めずに、基本的にはいやもうお前だからって言ってあんま調子乗んなよっていう側だから。やっぱね。でも俺さ、このなんか、まあなんかね、言われて、なんかまあとりあえずなんか見とくかみたいな、俺、ストリートファイターやってないから、うん、スト6、アキラとかで調べたら、すごい調子乗ってる動画ばっかり、調子乗ってる動画あるよ、いっぱい。すごい調子乗ってる、なんか、すごいなんか神様みたいな人になんか、ね、しかもいい感じで演じてるんですよね、しかも。すごいもうエンタメ的ではあるよ、エンタメ的ではあるもういやでもそれが本心にならないように俺たちはやっぱ戒めてるちゃんとネジをちゃんと調整していかないと。でもなんかそれも見た、なんかそれもなんか見た、誰だったかな、わかんないけど、うん、フルートさんかな、わかんないけど、なんかすごいなんかでも本当に本気で、いや俺も思うけど、でも演じてるだけだから人間が、じゃ演じてるだけがやばいんだけど、マジ人間はマジで変わってない、うん、本当めちゃくちゃ、もう前昔からもういつでも呼びつけたら車、あの俺の家の目の前まで来て運んでくれるし、すごいからね、あのね、うん、あのいいやつ、いいやつだから、あの いきなりその時多分まだメールとかの時にメール来て、あの例えば21時に今からどうで、俺バイト例えばしてるじゃないですか、あじゃバイト22時で切り上げますわっつって22時に切り上げて、で迎えに行ってみたいな、で対戦して0時に解散して、しかも家まで送るっていう手厚い送迎とかもしてたんですよでも大体負け出るんです。そうそうねマジで、いや気悪くない、だいぶ悪いね、だって負けた相手俺家まで毎回送るんですよ。いやそれがやっぱ今のアキラ君作ってるかも、負けないぞみたいな、そう本当それ言ったらそんなやつが、まず前提としてピロさんとステージガンさんからするそうなんだけど、うん、SFL っていう催し物に出てるのが多分やばいんですよ。そうストリートファイターリーグっていうのは選ばれた人しか出れない。でそのストリートファイターリーグっていうのがその時が多分4人1チームで、
8チームだったかな、ほんとにトッププロばっかり8、はい、ああそれは見ただから30何人しか出れない中の1人に選ばれたんですよ。でしかも選ばれたのが野球とかのドラフトで選ばれたんですよ。ドラフトでその枠の中で選ばれるわけないとやっぱ思ってたんですよ。でこれは本心よ今いやいやお前どうせ選ばれると思ってたでしょみたいな、うん、違う違うあの全部話した後で言う全部話した後で言うといいよ。なんかあるみたい攻撃的な矛がで名古屋王者っていうチームに選ばれたんですけど、まあ、選ばれた、まあ、理由の1個がそのドラフトっていう会議がある前の2日、前日で大会あったんですよ。お前ら強いんだろ1位決めろみたいな。で優勝賞金も出るすごいカプコンが主催のすごい大会だったんですけど、その中で1回目が優勝して2回目3位だったんですよ。言ったら平均順位1番目だったんですよ。1位と3位ってどえらいことじゃないですか。でも不安なんですよ。いやだってハンデの1個としてやっぱりサラリーマンってマイナスなんですよ。練習時間が確保できない。そうで、どんだけ強いって言ってもいやお前、いやあいつだってそんなできないっしょみたいなとか、いやプロにはどうせ勝てないっしょみたいな多分思われてると思ったんですよ。っていう中で選ばれたから多分言ったらみんなもいやまさか選ばれるわけないだろうって目線になったんですよ絶対。っていうのが選ばれたところからやっぱりみんなが見る目が変わったっていうのはある。そう絶対その梅原さんのさっきのアキラ株がどうとかっても影響してるんです絶対見栄えの話で。そうだよねでも俺が言いたかったのは普通こういうのは人が言う話であってよく自分から言うなってその辺がやっぱちょっとアキラ君だなって俺毎回思って保護者保護者いやね、そういうのは人がなんかいやこう思ったんだけどこうだったっていう言われがちなんだけど回してる。回してる。ああそうなんだ。うまいこと言うね。回し、え？だいぶ待ってた。アキラも待ってた。気づかなかった。待ってたけど誰も言わないから。誰も言わないから。あっためてた今。いやでもアキラくんらしいよその話も。いやだってさ、やっぱ自分のいいところは自分で言わないと。むしろ黒向きだから。アキラのいいところ。ええ、一人一個ずつ言ってくれいいところ。自分から言いますもんこういうこういうこと。アキラのいいところじゃあ。なんかアキラ君のいいところ自分で。いや、ここでいいよ。え、最後で大丈夫ですか？俺からよ。こんだけディスってんだから最後。いや俺もだってこの話の中でだいぶ俺アキラ君のいいところ言ったから。言ってないよ。言ってるって。言ってない。まだある。いやでもさこういう話してる中でマジあるのがさ褒められた時の反応むずすぎません。俺やっぱりけなされて生きてきた人間だからなんかその、ま、いじられるじゃないけどなんか言われた時においって言えるのが楽じゃないですか。処世術としてあの褒められた時に黙っちゃうんですよ。だったらもういい自分で聞くなよその自分のいいところ。いやでも欲しいじゃん。でも欲しい。いやそういうところがね本当いやもう黒向きだなと思ってるから。はい言った、はい、性格がプロ向き。いやあのまず訂正させてもらうと性格プロ向いてないから。いや向いてる。いやだってあの一回負けるだけですごいしょぼくれる人間っすよ。いやでもその代わりなんかその勝つためのモチベーションが高いから、うん、だからいや俺承認欲求が強いって俺別にけなしてないから承認欲求が強いってプロにとって絶対大切なことだ。俺もまあそういうあの趣味でそういったことやってるから分かるんだけど承認欲求ってめちゃくちゃ大事なモチベーションだから。だからそれが強いから俺は早く専業になったらってずっと言ってたわけでそれがプロになったからああやっとなったねっていう。え、でも毎日炎上するかもなって思いながらプロゲーマーになろうとしてるやつやばくないですか。大丈夫だから。大丈夫。え、だってさっきの話的に俺いつか炎上するじゃないですか。炎上してもいいと思うある程度貯金もございますから。だって俺知り合いの VTuber にお前ぶっ殺すぞって言っちゃったんだよで、それあの動画になっててあの X で、まあ、ちょいバズしてて。ああちょいバズしたね。そうで、あれを見た友達からいややっぱこういう空気感夏いわみたいな感じのやっぱなんかあるじゃないゲーセンというかその、はいはいはい、であれをいや
知り合い同士だからまあセーフではあるんですけど、一応いやちょっとリジェクトとしてこれどうですかねって、あのマネージャーで担当者の人に聞いたら全然 OK っすよって返ってきて、あよかったっつって、全然 OK っすよって言ったから、だからなんか緩いとこが合ってると思ってるから、いやマジリジェクトでよかったなと思うっす。緩いところっていうか、だから、まあ、これからもしっかりちゃんと聞いていこうね LINE はいやもう今回魚住みぐらいちゃんとしっかり LINE 引いたんであのショルダーちゃんとチャージして審判笛吹かなかったんで、もう大丈夫、ここぶっ殺すのまではセーフっていう LINE が引けたんで、状況でのサッカー部、サッカーでしょ、スラムダンク好きなんでスラムダンクいっちゃん読んでる漫画の感想、そうね、他ない、いいとこ。うるさ。この人うるさ。結構あのプロとか配信的なとこだったら、可愛いのが好きなんで。あの配信中じゃないですけど、うちに来た時にビーズクッション、あさあのなんかクッション座ってる写真もあったんですけど、うちになんかあのドラマで人型のビーズクッションみたいなのがあるんですよ。それあの初めて見た時、わーっていう顔しながらずーっとこうなんかこう、いや触り心地よかったんですよ。めっちゃずーっとこうなんかすごく幸せそうな感じ、別にその時は疲れてたんじゃないですか。わーってこう犬撫でてるみたいな。なるほどね。そういうすごいあの見ててなんかこう見栄えほっこりする。ほっこりするみたいな。そういうこう可愛いもの好きなの。ところはすごい格好の話だね。配信前、配信前。褒められてます、ね。褒められて、褒められて、褒められて。褒めたよ、褒めたよ。決してね、格好のでいい話がないから、他のことに言ってるわけじゃないから。そうっすよね。いいっすよ、ね。大丈夫、大丈夫。え、もう一個聞いとく、大丈夫ですか？いや、いい、大丈夫、大丈夫。一人一個でいいから。一人一個でいいから。一人一個でいいから。次行こう、次行こう、出したから、出したから、次行こう、まあ、格ゲーで言うと、まあ、やっぱりその、ね、さっきあの中村さんともちょっと、ね、話したけど、やっぱセンスの塊みたいな、ね、感じではあるんだけど、まあ、実際その、まあね、なんかその、まあ、初めて対戦、ね、何回もして、でまあ、ちょっと負けたっていう時に、実は俺、ケンのことこれだけ調べたってたんですよって言ったら、もうなんか僕でも知らなかったようなこと。ノートに何十枚も書いてあって、この人はこんなに勤勉な人なんだなみたいな。結構努力家なんだよ。だからその、まあ、いや努力家でしょ。まあ、もちろんセンスもあるんだけど、センスだけじゃないんだけど、なんかもうなんか圧倒的なこういう下積みなんだなっていうのを聞いて、まあなんかああなるほどこういう努力から来てるんだなっていうのはなんかその時初めて知りました。めっちゃ笑ってる。いやよかったね、格ゲーの話題で。いやでもね、これね、あの、いや、あとジュース買ってあげる。なんかデッドブルぐらいは。大丈夫、あの、箱で送る。なんか、まあ、なんか天才振られなかったですね。なんか天才肌に見えて、結構、すごい努力家なんだなっていうのは。でも、その話で言うと、多分、割とみんなそうなんですけど、その、あんま調べ物とかしないんでしょ、みたいな。やっぱ言われるんですよ。なんだけど、経費やってた時はそうなんですけど、まあ今で言う、まあ昔の詐欺飛び、今で言う安全飛び、まあまあ俺詐欺飛びでいいと思うんですけど、KOF ってストリートファイターと違って、例えば60キャラいるじゃないですか。60キャラ、起き攻めの起き上がり違うんですよ。意味わかんなくないですか、普通に考えて。だから、ストリートは一緒。だから一言で言ったら、安全飛びがほぼ違うんですよ。っていうのを俺全キャラ調べたんですよ。このパターンの時はこのキャラはこうで、このキャラのこの後はこうとかっていうのを全キャラ調べてたんですよ。っていうのを誰も知らないんですよ、俺がそれを調べてるってこと。そう、そんな風に見えない。だってやってることがなんか勢いいいねみたいな、イノシシだねみたいな、見えない印象は全くない。あ、だからストーリーからするとそうなんかもしれない。全然めちゃめちゃ調べてるっていうなんか KF ではマジで、あのさっきのセンスとかっていう話で、その反応がいいバカみたいな感じなんですか、印象。多分そんなそこまでは言ってないそこまでは言ってない。本当でも、ストーゼーからすると、ま、ストリートファイターってやっぱお勉強芸なところがあるんで、そのフレームがどうとか、この攻撃当てたらプラス1とかマイナス1とかっていうのを全部把握しなきゃいけないんですよ。っていうのをなんかちゃんとやってたんですよ、ね、言うたら。だからそういうのを含めてそういう認識があるのよ。だから対戦会とかでもなんかいろんな人と対戦して、
して、でそこであここはこうしたらいいですよみたいなのを常に言ってるような感じがあるし、すごい。コーチ今のコーチングじゃないけど、めちゃめちゃファイブの時もしてたなって。人に感謝されるの好きなんだよ。承認欲求が強いからそう、いや、まあ、いやそのままでいってほしいよ、本当。このままなんかそのちょっと抑えようかなみたいなのを考えないでほしい。でもやっぱり友達からアキラさんの X は作り物みたいだよねってやっぱ言われたりしたからなんか綺麗すぎるみたいな。いや、まあ、そこはコンプラとかあるから別にそれでもいいと思うけど、やっぱ素のアキラ君はもう常に承認欲求マシマシでいてほしい。いや、まあね、やっぱね、俺こんなんじゃないんだよなって思いながら X やってる時の絶対あるから、人間って。まあでもコンプラあるからしょうがない。でもさって言いながら多分ちょけたら燃えるんでしょうね。多分チキンレースしながら、あのもチキンレースしながらその会社にこれ大丈夫ですかって言いながら走り抜けるしかない。毎回やるしかないですかいや俺ちょっと怖いっすわ。だから大丈夫だから。大丈夫っすか。大丈夫だから。だって俺あれっすよ、あの SFL ってあの試合前インタビューってあるんですよ。俺インタビューすげえ真面目なんですよ。一応インタビューの前に何喋るか考えていって、喋るテーマを決めて喋るんですけど、でそれが言ったら十何回あるわけです。十何回もあったらその人の人柄ってそのインタビューの中で見えてくるじゃないですか。いい人ぶってるんですよ。そのまあ、言うたらそのサラリーマンやってるから、あっ、アキラさんちゃんとコメント考えてきてるんだなみたいな。そうそうそう、っていうのでなんかまあ真面目な人みたいなっていうやつが俺の配信来るじゃないですか。キャッキャしてるじゃないですか。言葉もちょっとあんま良くないし、アキラさんってこんな人だったんですねって言って、あのツイッチってコメント初めての人って初めてのコメント言ってるんですよ。初めてのコメントでアキラさんってこんな人だったんですねって来てやばっつっていや、こんなんじゃないんですよ普段はっつって、 SFL が本当なんですけど今は演じててっつってでこどっちが、いや SFL が本当の俺なんでそっち見てもらえたらありがたいっすっつって。いや、まあそれはね、もう今後自分がどうしたいかって決めたら俺たちに振るんじゃねえよいや、むずい。いや、でもね、なんかだから多分会ったらこんな感じじゃないですか。その俺文章のやり取りですら言われたことあるんですけど、アキラさんって文章超冷たいよねって言われたことあって、いや俺意識したことなくて、例えば文章にそのびっくりマークとか絵文字とかつけないってなると冷たく見えるじゃないですか。俺もつけない。つけないですよね。そうで男同士で仲良かったら別に、でも会ったらまあ別にって感じあるじゃないですか。例えばそれが対戦の約束だけする関係性ってあるじゃないですか。今とかネットとかめっちゃあるんですよ。で、あ、今日対戦できますか？ハテナだけみたいな、ニコとかつけないみたいな。ニコつけると気持ち悪いと思うんですけどだから今日対戦できますか？ハテナいけます、じゃ何時で、分かりました、あざしたとかなんですよ。いや普通じゃん。いやそう普通なんですけど、でもなんかその温かみってあるじゃないですか。例えばあざしたの後にまたよろしゃすみたいな、でよろしゃすかまたよろしくお願いしますから、あたらなんか温かみちょっと違うんですよ。いや、そうなんかその親しみやすさみたいな。俺文章めっちゃ距離感あるってやっぱ言われるんですよ。いやマジで言われるんですよ本当に。だからアキラさんはそのこっちから前捨てしないと永遠に壁作ってるよねって言われて。普通そうだ。いやでもなんかいろんな人見てて思ったんですけど、上手みんな、なんかその壁の取っ払い方というか、例えばそのタメ口を使うタイミングとかってあるじゃないですか。で俺とか2人とも年上なんだけど、タメ口マジでみたいになってるんですよ2人とも。いやそれはさ、あなたのところは諸先輩方がいるんだから、諸先輩方に聞くのが一番いいんだよ。でもさ、でもあれじゃないですか、あの諸先輩方に、例えばチームの先輩時戸さんなんですけど、時戸さんに、時戸さんLINE ってどう送ったのって聞くの意味わかんない。いや聞けよそれは。キモいって。カメラに向かって言ったらいいじゃん。時野さん時野さん、対戦の約束するときって時野さんってどうやって送ってますか？よければコメントお願いしますいやちなみに昨日も時野さんと LINE してっから超いいじゃん、超いいじゃん。今時野さんは今から行けますかいとかねだから今から行けますかじゃなくて最後にいがつくくによって親しみが大事だ、細け、大事だ。
だなやっぱり。わかんねえっつって。大事だな。あとそのゲーム内チャットってあるんですよ。うん、例えば ありがとうございました丸みたいな、うん、じゃなくて、たくらさんずるいんですよ。ありがとうございましたってチャットってわかるんですよね、ゲーム内の。対戦ありがとうございましたびっくりマークってつくことによって手書きの年賀状みたいに、そう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 、え、ずるくないこれっつって。え、作ってるってことよね。いや、わかんないんだよ。それはわかんない。だからこっちから打ち込むぐらいさ、その10秒ぐらいの話じゃん。じゃあ、あんなよ。いいと思うな。じゃあでもさ、真似、いや、あいつ時戸さんの真似してるわ。違う文面にすればいいじゃん。ちょっと変えたらいいだけど。でもさ、対戦相手が年下の時と年上の時で使い分けるのめんどくさくない。うるせえ。どうからやれ。考えろよ、そんぐらい。いやでも、あれ見た時に、なんかその、ね、年賀状を手書きにする意味ってこういうことなんだろうなと思いました。マジで思った。なんか、コピーの年賀状ってなんか別にポイじゃないけど、なんかその年末のそう、あの番号だけ見て当たってるかどうかだけしか見ないじゃないですか、どうせ。ただ写真あったら見るけど、でも手書きだったら何でかんだ多分読むんですよ。え、こんなところに処世術が存在するんだと思って。小田君、アキラ君のいいとこ言った？え、言った？言ってない、言ってないね。しょうがないから言ってやるけど、アキラはでも ブレないですよ。あ、それどういう意味で？でも昔からもうアキラはアキラ、良くも悪くもって言い方ね、多分。そう、本当にブレないし、気も座ってるし、やっぱその別になんか上だからどうこうとか絶対考えないから、普通まあ俺は社会人の世界しか分かんないけど、いや上見ると結構やっぱちょっと日和るというか、ちょっとこう遠慮するけど、まあ、例えばさっきの梅原さんのラウンジに入るのに日和るみたいな話ですよ。日和とかそのね、目、まあ、目上にまあみんななんかに対し、まあね、わかんないけど、そのまあ、たくり方とか、なんかその、あるじゃん。ゲームの中の。ゲームの中のたくり方とか、これってやっちゃまずいっすよみたいなたくり方があるじゃないですか。絶対見えない中断を一生、カスみたいなダブルアップしたり続けるとか、なんかその。ストーファイブとかで言うと、コマ投げやって、3回連続でコマ投げするみたいなもん。っていうのを、手具で、手具って、6回って書いてあるんですよ。やばいやつ。まあそうね。うん。それをね、なんかっていうのはなんかすごいなんかこね、好感というか、そのやっぱブレないというか、やっぱまあその勝つことしか考えてなかった。勝ちに対してやっぱり勝つことっていうことがやっぱブレてないっていうのはやっぱ昔から変わんないかなとは。なるほど、もう世間体捨ててるみたいな。まあ、昔からっても、まあ俺と会った時は、まあ、見栄えしか見てなかったから。大阪行ってからですよね。大阪行って、そうそうそうね、その頃からね。そう。だから、その例えば格ゲーマーとか、特に初心者隊とかもそうなんですけど、なんかこれ同じことやったらなんか相手嫌かなって思うんですよ。でも勝つだったら、例えばずっとストシグストシグ画面端の柔道みたいな、柔道6回やって勝てるんだったら柔道6回やるみたいなタイプなんですよ。でそれは大会でも変わんないから、え、だって相手その方が嫌じゃんみたいな。やっぱ根っこは相手が嫌がることやった方がいいでしょみたいな格ゲーなんて。でそれによって、ね、リアルの関係値とかないから別にっていうのはやっぱブレてないですよね。それはブレてない。だって、いやだからそれ言ったら、まあ、スト6で言ったら SA パナスとか、 SA さんパナスってスト6でガードされたらもう死亡確定みたいな状況なんですよ。っていうのを平気で大会でパナスですよ。っていうのをやるから、いや、こいつやべえなとやっぱいろんなところで言われてます。なんかこれやるんだみたいな。だから失笑の時もたまりますよ。まあまあね、そう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 、負ける時はあっさり負ける、ね、そう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 。だから勝つ時なんかすごい勝ち方するけど、負ける時なんかゴミのように負けるみたいな人間だと思ってるから自分が。いやでもそれで言ったら、例えばなんかその FPS とかのチームゲーじゃないですか。
そのバロラントとかロールとかって、まあ、チームゲーの種目と個人戦の種目あるじゃないですか。個人戦の種目負けた時って全部自分の責任じゃないですか。だからいいと思ってるんです俺。だからそう、チーム戦はやっぱ多責にしたくなるとかもあるからだし、自分は丸々やったのに負けたなってなった時に他人の責任しがちなんですよ。で格ゲーって全部自分の責任だから、ぶっ放して負けたらお前が悪かったら終わるから、だから多分好き勝手できるんですよ。そうっていうのは絶対あるだし、勝っても負けても言い方変えたら自分の手柄みたいな感じあるんですよ。でも今はさ、うん、その団体戦あるじゃん。そういうのでさ、なんかこれ放したら俺負けて、俺負けちゃったらこれちょっと不利になっちゃうからやばいなみたいな考える。いやあれぐるんぐるん回った結果なんですけど、チーム戦、その格ゲーの個人戦のチーム戦って結果それ考えたやつの方が弱いんですよ。で例えばここのぶっ放し普段なら打つけどガードされたら負けれるから打たないってなった時って絶対ぶっ放し通るんですよ。わかんない、これ本当に確率論の話だと思うんですけど、自分の感覚本当にそうなんですよ。でそうなってる時ほど負けてる自覚があって、なんでかって多分自分のプレイできてないんですよ。その発想に至る時点でもう自分のプレイができない。そう、例えばいやここでこれ打ったら当たるってなった瞬間に迷いが生じてる時点で多分調子良くないんですよ。俺の中の話をすると。でチーム戦の対象戦とかってなんか考えるじゃないですか、いやここ打ったらなとかって。だから俺最初にチーム戦で対象やるときに絶対言うのが、俺は何でもやって勝つと思うから負けたらごめんねって言うんですよ。多分みんなが見てる思ってるよりひどい内容になるかもしれないからって言って、ちょうど昨日も大会あったんですけど、大将で出た時にマジで負けかけたんですよ。で出る前に俺は何でもやるから怒らないでねっつって、負けても勝ってもっていうのはちゃんと言うようにしてます。そうじゃないとなんか、いやお前あんなクソみたいなプレーしてじゃないけどあるじゃないですか。チーム戦ってやっぱなんかね、負けたのってみんな仕方なかったよって言いながらちょっとあるじゃないですか、いやお前勝っとけよみたいなあるから、まあ、そこは大事にしてますね。自分のプレーは絶対するみたいな、ね、それ言って大丈夫？何がさ？それ全然大丈夫ですよ対策取られる？全然大丈夫、全然大丈夫具体的に何すればいけないから、ね、全然、うん、全然オーディフリガンしますよあとストリートファイターについてやって。でもさ、みんなにとってのストリートファイターで別にストリートファイターどうでもいいじゃんどうでもよくないよそう、それはね、それ見て思ったのよ。あの KOF の方どうすんだろうと思って、それ。いや、そうだから、まあ多分みんなにとってのストリートファイターって聞き方したらわけわかんなくなっちゃうから、例えばストリートファイターっていうゲーム自体、まあ知ってるわけじゃないですか。それはもうそうだね。で、ただ SF は別に見てないってなった時に、ストリートファイターの印象って多分俺がなんかやってるゲームぐらいの印象だと思うんですよ。今で言うと。今のゲームだと正直するよね。そうそうそう。だから例えば、まあ言ったら俺がまず専業になったこと、ゲームで専業意味わかんないですよ。まずゲームで分かるよ。別に俺は理解できるよ。なんかやっぱ一般の感覚からはずれてるはずなんですよ、それって。まあまあそうだね、うん、だからストリートファイターってそんな規模でかいんだとか、多分そんな感じの感覚だと思うんですよ、うん、いや俺はそうだね、まあその6に関して言えば本当に広い市場になったなとは思うんで、だからこそなんかチャンスも生まれてくるし、まあ、明君みたいなことにもなるんだろうなって思ってるけど、そうそう、だからストリートファイター6自体がなんかそのさっきの規模がすごいとかで、多分俺は自分の中ですけど人生で今一番格ゲー盛り上がってると思ってるん でこれは絶対スト6のおかげだし、まあ、2人の年齢の時にもっと盛り上がってる格ゲーあったかとか分かんないんですけど、そこはどうなんですか。俺はね、だからさっきも言ったようにスト2からやってるから、うん、だからやっぱりそのゲームの、が盛り上がったり衰退したりっていうのを見てきたけど、なんかやっぱり確かに今が一番盛り上がってるような気もしないでもないよ、ね、うん、なんでかっていうとその若い人たちもそうだし、さっき言ったように女性も
あ、そうっすね。ちゃんと関心を向けてるから、まあ、それがストリートファイター自体に関心を向けてるわけかどうかは分かんないけど、でも何の理由であれスト6っていうタイトルをみんなが知ってるっていうのはなんかやっぱちょっと今は風向き違うなって思うよね。すごいですね。今はなんかゲームが趣味ですって言っても多分何か、あ、そうね。だってやっぱ会社もやっぱりそうだし、昔ってゲームイコールなんか 悪じゃないけどマイナスイメージの方がやっぱ、まあまあ確かに、ね、なんか目も悪くなるみたいな。でも言うてるも頭悪くなるじゃないけど、極論そんな感じだったじゃないですか。今ね、そうなんだ、 e スポーツなんだねみたいな感じだよね、今はね。そうだってね、例えば e スポーツで、まあ、去年とかなんですけどサウジアラビアだった大会に優勝したカケルっていう選手がいるんですけど、そう、その人が優勝したことが地元の新聞に載るんですよ、っていう世の中になってるから。そうだからストリートファイターっていうのもそうだけど、ゲーム自体がかなりなんか認知度が上がったというか。確かに。でも あのガチ君が新聞に載ったら見たよ。あ、見たの。そういや、だってガチ君、だって言うたら俺ガチ君がもともと広島にいるとき会ったことも、会ったことあったらしくて、ブラックジャックあるじゃないですか。あ、いたそう、ゲームセンターにブラックジャックっていうのがあって、ストウルフォーかな、あの時。ウルフォーだね、サガットの時だ。そうそうそう、ウルフォーやってて、俺ガチ君に話しかけられたことあるらしいんですよ、覚えてないんだけど。なんて話しかけられた。わかんないで、俺はその後にあったあのプロゲーマーのボンちゃんって人が主催するボンちゃんオフっていうのがあるんですよ。ボンちゃんオフって本当に日本各地やってくれてるんですよ。だから全47都道府県でやるのを目標にやってるみたいな。でも広島でやってくれてて、っていうので行った時にガチ君と俺は初めて喋ったはずなんですよ。そうなんだけど、そのなんか認識のズレあって、いまだに今が合致しないんですけど。でもね、その時にいや ボンちゃんってかっこいいなって思ったエピソードがあって、さっきのステージさんみたいに対戦会に行ったら本当に一人ぼっちだったんですよ。誰も知り合いないみたいな、っていう時に、いや、ほんとただアケコン持ってリュック背負ってこうやってキョロキョロしてるやつですよ、に対してボンちゃんがポンって肩叩いてくれて、大丈夫、対戦できてますかって言われて、っつってプロゲーマーってこんなんなんだみたいな、なんか一歩目もしかしたらそれかもしれないですよ。だとやっぱ心細いところに誰かが声かけてくれるってすごい。だから確かにそう考えたらそうだな。確かに俺もそうだったもん。まあ、多分東京のゲーセンとかそうっす。そうね、当時もそう、お互いと神奈川だったからな。そう、あとまあ極論だってゲーセンなんてお金入れて対面の人と対戦するだけで完結なんですよ。でもオフ対戦って隣なんですよ。でこの距離感で対戦するから、そのコミュニケーション絶対に何かしら取らなきゃいけないんですよ。でそれが本当にぼっちだった時に動き出せないんですよ、一歩目って。その一歩目をくれたのがボンちゃんだったんですよね。でもあれあってからもあるけど、なんかその人に話しかけるというとかは大事なんだなと思いましたね。だから話しかけられた時とかも嬉しいし、普通に自分なんかにとか思うし、未だに。だってね、言うたらサラリーマンやってるだけの人間が話しかけられるって意味わかんないじゃないですか。まあ、そうっては思うっすよね。じゃあ、アキラ君は今度からそれを勘弁してあげるっていうことでね。もちろん、もちろん。うちの会社の人とも対戦してくれるの？もちろんもちろん。今度連絡するね。あ、もちろんまあちょっと SNS に忙しかったらあれなんですけど。うるせえマジで、うるせえわ、終始うるさいこの人。いやでもなんかこういう場だから喋れるのあるんですけど、マジの例えば知り合いが一人もいない状況はやっぱ喋れないですよ。いや、まあ、そう、処世術というか。いや、そりゃそうよ。例えば特に今ってストリーマーの人とかっているんですよ。で、ストリーマーの対戦会にこの前呼ばれることがあって、知ってる人、いやオンラインなんですけど、知ってる人が1人、知らない人6人みたいな。
で、そういう時にやっぱり気さくに話しかけてくれるんですよ、向こうの人って。これやっぱり大事だなってやっぱ思うっすよ。で、その中で、まあ、その高木っていう若い子がいて、19ぐらいの子がすごいモチベある人で、高木くんって子は永遠にアキラー、19っすよ、33っすよ、32っすよ、アキラーって言ってくるんですよアキラー対戦しようよって言って、で、高木マジおもろいのが、アキラ強いのみたいな感じですよ。知らないんですよ。で、対戦して、アキラって強いんだね、アキラもう一回対戦しようみたいなテンションで言われて、めっちゃ嬉しいんですよ。あ、そうなんだ。そうだし、なんかその話しかけてもらえることが嬉しいのに加えて、そんぐらいのテンションで来られるのめっちゃ楽だから。あ、そうで、その高木ってやつと東京行った時に会ったんですよ。エボジャパン行った時にすごかったのが、アキラっていきなり遠くで叫ばれて、だ、え、誰ってなって、俺顔をやっぱ会ったことないか分かんないじゃないですか。え、高木さんですかって言ったら、高木だよって言われて、そうそうで、その時に俺高木、俺初対面の人って絶対タメ口聞かないけど、お前はタメ口で行くわってで、その話していくうちに、いやマジ今年の SFL がさって言った時に、高木が、え、アキラ SFL 出てるのって言われて、え、出てるよっつって、そうなの、お前マジすげえじゃんって。いや、このこいつおもろいなってやっぱなったっすわ。だから、だってお前って言われてるんですよ。一回り以上下に。すげえな。アキラお前 SFL 出てるのすげえじゃん。俺応援するわって言われて、あ、こいついいやつだなって。すいません、本当お忙しいところで、いや、お疲れ様です。いや、そう、あのモンタネグロさんっていう、あのさっき の, あのステージさんと最初に知り合った対戦会を主催されてた方で、されてる、そう、今もされてる方で、まあ、この八章っていうお好み焼き屋の店長さんで、もうあの、ね、こ、今日大丈夫ですかって言って、あの撮影の了承までいただいて、お世話になりまくりの方なんですけど、だから、まあ、さっきも言ったんですけど、俺は多分この人がいなかったらストリートファイターやってないんで、本当にきっかけの一つですよね。だし、モンタさんの最初の思いっていうのが、その広島で例えば強い人が出てほしいっていうのが気持ちとしてあったらしいんですよ。で、最初は知らなかったんですよ。しなかったけど、後々その思い聞いて、いや、それはちょっと頑張らなきゃなじゃないけど、今なんか地方独特の感情ってあるんですよ。広島っていう、その、まあ、言うたら田舎っていう言い方したらあれなんですけど、でそこから強い人が出てほしいっていう気持ちってすげえわかるし、俺も田舎地方で強くなりたいっていう気持ちがあったから、その対戦が開いてくれるのって言うとただじゃないわけですよ。そのレンタルスペースとか借りてくださってとか、もっと言ったら PS4 とか自分で買ってくださってとかっていうのを、本当に何もメリットないんですよ。それを開いてくれてるっていうのの感謝はやっぱ俺はあるから、だから未だに対戦が開いてくれたら、まあ、この前も対戦があったんですけど、最後の30分だけでも仕事終わった後に顔出すとか、いった、いいやつでしょ。そういうところ、そういうところ、そういうところはやっぱ最近、その、アキラさんが来てくれるっていうことで、来てくれる、対戦会に来てくれる方も結構いらっしゃるので、かなりありがたい形になったなと思います。そう、まあ、だからきっかけになって、だから恩返ししたいっていうのもやっぱあるっすよね。だって、こうなる最初のストリートファイターを始めたきっかけなんですから。そうです。その大層なことは思ってなかったんですけど。そう、いやでもね、多分 割とストリートファイター5を広島でやってる人って多分8割ぐらいにお世話になってるんですよ、絶対。だってその場がないと知り、まずここ知り合ってないし。それ知り合うっていうのが大事な目的だった。そう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 、まあ、だから、まあ、趣味にしても絶対趣味にしたらお金かかりすぎだし、だって自分が得する趣味じゃないじゃないですか、対戦会開くって。それをやってくれてる人がいることがまず貴重だよねっていうのは大事にしたいから、まあ、ちょっと今後だけに俺大会開きたいかっていう思いもやっぱこういうところからあるのはあるんで、なんかキーさんの KF の大会もそうだけど、なんか
人のためになんて大層なことは言えないんですけど、まあなんかね、いいことし、いいことなんか、まあ、秋田さんのみならずまた新しい人が出てくれたりする。そうそうそう、でもっと広島でもっと強い人出てくるかもしれないし、第2第3のアキラ君とか。いやっすね。ちょっとね、目は潰していく。さすがに、さすがにちょっと俺より強いな、ちょっと、ね、ちょっとやめてほしいっつって。いやだからね、まあ、ね、特にね、そこから知り合ってすぐこのお店も来させてもらってるし、こんなうまいお好み焼き食べさせてもらってるし。いやだからあれっすか、あの本当に例えば県外から友達来る、知り合い来ると、いやとりあえずここっつって連れてきてみたいな。とりあえずで来れるってことないけど。いやそうそう、いやそう、いやそうなんですよ。本当にマジで、あの本当にいや多分分かる人、多分ここしかいないですけど、本当にあの広島で箸を置いたらもうここにね。そうだから、あの来れないですから。すごい簡単に言ったら、簡単に普通に普通に来ようと思ったら 1,2 時間待つっていう行列店なんですよ。で、東京も箸はあるんですよ。うん、そう。さすがにね、本店ですからこちら。本店の方だ。まあ、やげん堀店ですけど、まあ、五日市が一応本店になるんですけど。あ、そうなの？五日市本店ですよね。いや、一応ここ。あ、こっち本店です。本店っていうくくりはないんですけど、まあ、一番最初はここです。俺はやっぱり、その五日市も食べたことありますけど、こっちの箸は一番好きだし。っていうのが、いや、本当にたまたまなんですよ。そう、知り合ったのが。たまたま、まあ、当時副店長で今店長という感じでなってるんで、そうお世話になりまくりで。だって言ったらモンタさんも7年ぐらい、もう。いや、もう10は言い過ぎじゃないですか。ああ、そういうことだ。知り合ってから。発祥は10年だけど。知り合ってから、多分スト5で知り合ってから。そう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 。だからそこからずっとお世話になってる人っすね。だって、あれっす。あの例えば自分家で対戦会やるってなった時にモニター貸してくれたりして、パソコンと、えっつって、いいんすかつって、1月1日にうちで対戦会したんですよ。で1月1日やっぱ格ゲーは終わってるなと思ったのが、いやみんな、あのね、そう、当日の朝に今日暇って言ったら、あ、15時から暇みたいな感じで、あの一回家帰って落ち着いたらもう暇なんですよ、みんな行っちゃったね。で来たもんね。しかもそのモトさんたちもマージャンやってもそう、だからあのね、普通に8人ぐらい集まって1月1日に。そう、元旦のこと今日ってあんま言わないからね。来たんすよ、みんな来ちゃったね。みんな来たんすよ ね。そう、だから毎年今年あるのぐらいのテンションなのかなと思いながら、だから2年やったんだっけ、1年だけだっけ。でも去年もなんやかんやな、去年やってたよ。去年もちょっと去年はあのプリンクで、僕がやった感じ。ああ、そうか、そうか、あ、そう、去年そうだ、プリンクではやった。だから俺2年連続で多分やってるんですよ、1月1日、まあ、まあ、あ、だから自宅はそう、2年前じゃ3年前かな。で、その後、だからまああの1月1日は暇じゃないですか。2年前やって、去年がなんかなかったから、じゃあ僕やるかみたいな感じだったんです。今年も確かにやった。今年やった気がする。そうなんで、まあストリートファイター5で一番お世話になってるレベルの人だと思います。だし、あのこちらのお店には年多分6、7回は来てる。来てますよ、多分。それは宣伝してもらってるから。いやいや、全然。だって親のお好み焼きの次に食べてるお好み焼きですからね。どうか、え、絶対そうでしょ。そう、いや本当に店で10段階で食べないからね。いや、そう、いや本当にね、だからね、もしね、広島来る人いたらね、あのね、あのお店に電話でもないのにしてほしい。あの並んででも食べてほしいっていうのあるっすよね。やっぱ、そう、だってお好み焼きってソースとそばとキャベツっしょみたいな、まあ、ちゃうからっつって。これからも応援していければなと思います。いや本当にどういう感じで。まあね、いやなんで本当にそう。ちなみに6はやってる？やってます。あ、やってて6の対戦会も、あ、もう開いてらっしゃる。そう、そう、だからなんかその対戦会に自分が遊びに行ってとか、でさっき その高校生の子が来たっていうのもモンタさんの対戦会で、秋山さんが来るって言ってくれたから、その子が来てくれたのと。
そうそうそう。とかだってね、やっぱりそれプラス例えばやっぱりさっきの女性がどうとか話したじゃないですか。ストリートファイター6になって女性が増えたよねっつって対戦からやっぱ女性いるんですよ。それ広島の対戦から女性いるってすごくないですか。ゲーセンいなかったじゃないですか。いないね。そうっていうのが広島の対戦から女性の方がいて対戦が行くじゃないですか。アキラさんだったらってすげえ気分いいんですよ。まあアキラさんのファンの方だと。しかも両方ともやっぱりキャミーなんだよ、ね、そう、たまたまキャミー、そう、本当にお前、ファンいんの？いや、そうね、そう分かってない。いや、それが、俺の弟の、弟と嫁、両方関連する。え、奥さん、嫁様なんですか？そう。頑張ってくださいって伝えておいてくれ。頑張ります応援してますって言っといてくれ。いや、それで言ったらだって俺の彼女の友達の彼氏俺のファンらしいんですよ。そうただ俺の弟の嫁はなんで結婚せんのんってずっと言うあの伝えといてください。冷静に考えて脱サラしたやつ結婚できないとまだ。いや、一応事情があるらしいけどねって言ってあの仕事辞めましたって初年度に結婚させてくださいと奥さんの親御さんに言える神経はまだない。いや排水の神経いけよ。なんかそういうところはまともだよ。そういうところはワーワーで OK なんです。なんか基本的に枕言葉チクチクしてますよ。なんか社会常識はあるよね。何やかん社会常識なかったら立ち回れねえから。まあ、なんか常識の範囲でやばいやつみたいな感じで。え、いっちゃおもんなやつよね。なんかだって面白いから見に行くわけじゃないか配信って。なんか想定の範囲内のことしか起きない。常識の範囲内でやばいやつ。じゃあ中村君、明君の将来どうなってほしいのって。僕からすか。そう。明はでもまあ明というか、まあ、そもそも明がどうのこうの以前に。とアキラがやってた時って本当にそのそれこそなんか上原さんと時戸さんしか、うん、そのテレビゲームいなかった時でなんかそのねバーサスの動画とかでなんかそのサード X、まあ、俺らは KOF だけどっていうのですごい人たちがいる。もうゲームわかんないけどすごいものを見てるなみたいな、なんかその狭い世界だったのがもう今もう完全もう俺が知ってる世界じゃなくなってるから。まあそのだって言ったらゲームセンターでゲームしてるだけでしたからね俺らは。だって1円にもならない、むしろマイナスじゃないですか。っていうのがお金が発生してる時点でもうやっぱり変わったよねっていう話ですよね。だからなんかそのまあ当然ね、アキラはアキラでいてほしいし、そのゲームはね、まあ、勝ってはいてほしいけど、それでやっぱり、もう俺は完全に今もう動画勢になってるから、もうやっぱりずっとこのね、まあ、っていうのが続いてほしいなっていう。まあそのシーンにいてほしいというか。そのシーンにいてほしいっていうぐらい。まあだってその、言ったら知り合いが出てるってやっぱ見る理由になるからとかっていう話ですよね。まあ、それ言ったら、まあみんなそうですよね。まあ、まあ、まあ、だって、まあ、見てないでしょうけど。いや、見てるよとは言えない。いや、でもね、応援はしてるよ。でも、まあ、アキラが絶対、あの、本当になんか、その、わかんないけど、なんか、この人には勝てないとか、とかっていうのは絶対言ってほしくない。まあ、そうっすね。見ないでしょって言うじゃん。でもね、なんかやっぱ俺の感覚からしたら今日カープ勝っとるかなぐらいの感じで見てる。あ、だからその、まあ、ニュースの一個のみたいな。そうで、なんか大会がなんかよく分からんけど大会があってアキラ君がなんか活躍してたみたいなのはやっぱり流れてくるから、うんうん、でそれを見て本当カープ勝ったんじゃぐらいの感じで見てる、うん、すごっえ、すごっ。あ、ちょっと褒めすぎたやばい、今なしだな。いや、だから俺とカープ今イコールってことですよ。いや、イコールではない、全然。サンフレットイコール。いや、でもね、俺カープもそんなに見てないから。あの、でも、まあまあまあ、でもね、あのニュースに、なんかその目に入るぐらいの、まあそのなんか流れてき方はしてるってことですよ。そうそうそう、だからそれ、そのままでいってほしい。そのぐらいの知名度でずっと
だからちゃんとやってしょぼくれないのかしら。そうなんか全然話しかけたらやめてほしいな、マジで。あいつ今何してんのみたいな感じになってほしくないってことですよね。まあ、そうね、それは、まあ、だって理想っすよね。だってゲームして出る大会出る大会全部負けてたらやっぱメンタルもいかれるでしょうし、だってまあ優勝って冷静に考えてできるわけないんですよ。だって100人いたら100分の1じゃないですか、言うて 1% じゃないですか。1000人いたら1000分の1じゃないですか、もう 0.1% っすよ。分かった。いいこと。あ、もうなんか今すごいなんかその明らっぽい。でもなんかその、まあ、常に挑戦者でいてほしい。あ、それはある。常にもうダメ、その落ち着いてほしくないみたいな。そう、常にやっぱりなんかある程度の地位確立されたからなんか。そんなアキラは見たくない。いやだから俺が最初から言ってんじゃん、だからあんまり調子に乗るなって言うから。そういうところってこと。そう、常に挑戦者でいいと思う。いやでもね、やっぱりね、俺未だにこれ多分ゲーセンの癖なんですけど、2P 好きなんですよ。 1P って CPU 戦始めるんですよ。で乱入って 2P 側から入るんですよ。俺センちゃんってやる時も基本 2P なんですよ、はい、だったんですよ昔は。で未だにスト6もそうなんだけど、 2P の方がテンション上がるんですよ。なんかチャレンジャーっぽいから。そう、いや本当に理由ないんですよこれは。例えばなんかこの技が出しやすいとかじゃなくて、ただ単に 2P が好きみたいな、本当にジンクスみたいなもんなんですけど、やっぱ挑戦してる方がなんか楽しいし、いやちょっと俺優勝しちゃったからなっつって、なんかいやちょっと今日対戦は気持ち悪いって思っちゃうんですよ。なんかなるほどね。そう、疲れてるから対戦しないとかあるんですけど、例えば優勝してじゃあ明日対戦しようよって言われても絶対ウケるし、だってそれは俺より強い人は世の中にいるからって思いながらやってるから。だってね、一番になるって無理っすよマジで。いや5年後もこうやって言ってくれるといいけどな。5年後も38だから言ってない可能性ある。いや言えよ。落ち着いてる可能性がある。言っとけ。いややっぱり丸丸さん強かったね。ああ、よかったよかった。いや、あの、じゃあ俺はじゃあ今日ちょっと別のゲームの配信やりますから、ね。じゃあ今日は自分はホラゲーをやらせていただきますみたいな。スト6は、さっき人だなくさせていただきまして。あったら嫌なアキラ君シリーズ。嫌だね、嫌ですね。常に貪欲でいてほしいね。あんまり想像できないのがいいところ、確かに。いやでも、どうなるか分かんないですよね。じゃあ今日はって言ってなんか、いやたまにはいいよ、たまにはいいけどさ。じゃあ今日は宮島を散歩しようと思いますって。いやありありあり。多分俺は自分の格ゲーの寿命って決めてて、負けてムカつかなくなったら終わりだと思うんですよ。対戦相手に例えばそれが俺梅原さんであってもムカつくんですよ。すごい失礼な言い方をすると、でムカつく理由とかもうすぐ対戦中に出て、俺配信中に出ちゃったんですけど、無敵技ガードされるとかって当たり前じゃない、日常さん中に。梅原さんに絶対当たると思った無敵技ガードされたことがあって、こいつって言ったんですよ俺梅原さん。配信中っすよ。だからやっぱ多分そこ変わんないんだろうなと思ってる中で、この気持ちなくなったら俺は格ゲーやめよって決めてる一個のラインではあるんですよ。負けてムカつかなかったらさ、だって俺ら負けてムカついてたじゃん、まあ、スト5もそうだし。その気持ちなかったらだって国士ほっぽって勉強なんかしないわけじゃん。昔の話だよ。だムカつく気持ちなかったら深夜3時とか4時まで対戦ってしないんですよ絶対。だってね、翌日朝7時から起きなきゃいけないって思いながらゲームしてるわけだから。俺は多分それは一個の節目だなと思います。絶対って感じです。なんかでどうなってほしいですか俺に。まあなんかそういう気持ちが残ってるうちに、まあ生涯賃金ぐらいは稼いでほしいなっていうのもまあありつつも、まあ、現実的な話だな。結構現実的な。まあやっぱりね、まあやっぱそのね、まあ50までやれるようなね、ゲームではやっぱりないから、まあまあわかんないよ。今後はわかるけど、な。まあやりつつね。まあもう本当なんか親心じゃないけど、やっぱりなんか、うん、
もうまあ、別になんかこの感じだったら別に何の仕事でもできると思うんですけど、まあ、ちょっとゲームで障害賃金ぐらいちょっと稼いでいただきたいなっていうのは無理よ無理無理よ、まあ、おい無理なんて言ってたら、まあ、40ぐらいまで子供たちに夢与えらんないだろ。プロゲーマーに夢持つな。なんてこと言うの。カットカット。今更言うんですけど、一応全員年上なんですよ。だから多分そういう目線で見られてるのがあるんですよ。まあそまあ、どうなってほしいとはちょっとずれるけど、まあまあ、こうやってなんかたまに、ね、遊んだりとか、まあ、なんか麻雀とかできたらいいなっていう、なんか、まあ、そういうささやかなこっちからとしては、まだまだずっとファンとして見させてもらえたら。ファンじゃないじゃん。いや、まあ、まあ、ファンじゃなかったよ。今ちょっとね、もう隠居、まあまあ、ならここ全員そうだ。確かにみんな隠居みたいな感じになってるから。今、バリバリにライバルみたいな人はいないから、逆に。でも確かに、それで言ったら、ずっと。一緒にゲームやってる人いないっすもん、俺も。だってやっぱり年齢とかもあるし、立ち位置とかもあるから、一番おかしいやつですよ、多分この中で。いや。え？これ未だに明けでボンバーガールずっとやってるから。同じぐらいおかしいっす。でも仕事辞めてないから。あ、そうだ。一番おかしい。確かに。そう。セイさん、なんかあります？楽しそうに、寿命とかは言ってたけど、まあ、どういう形であれ楽しそうにやってたらいいかなっていうふうに思うぐらい。いっちゃいい人、保護者じゃん。いっちゃいい人。あの一番こうこの今日の参加者の中でも、まあ、一番そのなんていうか実力的にはすごい下で、でもまあ仲良くさせてもらって、まあ、ここもバチバチやってる時に後ろから見てたみたいな感じなんで、まあ、一番こう視聴者目線に近いそんな感じだとは思うんで、まあ、でも、まあ、さっきのカップの試合とかぐらいに見てたっていうのもあるし、その頑張ってる姿を見れたらいいなっていうのもあるけど、まあ、もういつもニゴニゴしながら、まあ、対戦もそうだし、まあ、いじりもそうですけど楽しそうにやってるんで、まあ、苦しそうな姿も見てきたから、楽しそうにあの、まあ、プロなりなんなりの姿、いろんな姿があるけど、まあ、ゲームやってもらえたら一番かなと。だって俺なんかの YouTube のコメント欄で日本で一番苦しそうに格ゲーやってるプロゲーマーって言われたことあってそれはそうっすよ。あ、そうだ、何歳になってもあの負けた時にワイプでこうやっててほしい。ああ、いい、確かに一番これが楽しそうな姿でもあるから確かに。やっぱだからやっぱなんか多分俺やっぱみんなに常々思うことなんですけど、勝った負けたって俺一喜一憂するべきだと思うんですよ、うん、なんか嬉しいのは嬉しいでいいじゃんみたいな、悔しいのは悔しいでいいじゃんみたいな。俺は隠せないから多分なんか勝った後になんかスッと俺できないんですよ。特にその SFL の去年のグランドファイナルっていうのに出させてもらった時に、あの樋口っていう人と樋口選手と対戦して9割まくったんですよね。それやっぱ勝って立ってシャーってやったような人間だから紳士じゃないんですよ普通に。で自分の感情に素直というやっぱね、スポーツじゃできないよね。なんかね、剣道とかできないじゃないですか。できない。出しちゃダメだ。そうだから、まあでもそれは許されてるから得してるなと思うんですよ。だから負けた時ちゃんと落ち込むし、やっぱあれですよ、ちゃんと自分の話で大パンしてますからね。ざっけんなこいつとかやっぱ言うから、それが許される世の中でよかったなと思うんですよ。全部ダメだったら俺多分存在できてないから。それこそだからゲーム関連って緩いというか、なんかその会社だとお客さんにお前って言ったら終わりじゃないですか。でもさっきの俺梅原さんにこいつとかっていうのが OK だから、それはありがたい界隈で。客じゃないからね。まあ言うてまあライバル。でも取引先じゃないですか。いや、ライバルじゃんもう結局は。同業他社。最終的にそう、同業他社だから。うん、そこがね個人競技の難しいところだと思うけど、うん、まあ、何にしても俺は本当に頑張ってほしい。わあ、急にいろんなことがあるけど
どういういやもうだからクソガキだなって思うこととかいろいろあるけど、でも全部ひっくるめて本当頑張ってほしい。いやなんか最後しんみりさせますね。いやしんみりしてないわ。あきらくんが一人でしんみりしてるだけだから。ちなみにこっち二人はないんだけど、俺こっち二人マジ切れ1回されてるから。バーサスで1回切られてる。え切られてる。イレブンで切れられてる。イレブンで切れてる。イレブンで負けた。いやイレブンね、いやでも俺あれだからエンドリズムだから。嘘でしょ。ガトクラ。いやガトクラ使ってないよ。そう使ってない使ってない。そう。なんで切れたんだっけ。いや多分クチップで切れた。俺が多分俺が思ったより勝ったんですよ。俺負けると思ってやってるわけじゃないですか。思ってる方おいおいおいそんなもんかよみたいな感じで言ってて、マジで怒ってて。で俺その後に LINE でちょっとさあ煽りすぎましたって LINE 送って。お前土壇場で俺の強化下げた。で船長もあすいません、ゲーセンで対戦してる時にミスるはずのないコンボミスったんですよ。でそれは現象としてたまたま本当に多分、いや本当にあれはマジで申し訳ない。そうだから100分の1ぐらいの落ちる確率で起きたの、そのコンボミスが。本当にそのごくバレに、そのなんでこれ本当にどんだけ再現してもできないみたいな。そうゲーム、まあ、再現性じゃないですか。絶対 100% 再現できるみたいなのがもうごくまれにイレギュラーが起きるのが起こって、そうすっごいゲームセンターよパーンってやられて、ゲームセンターってうるさいんですよね。シンってなってシンってなってえっつってマジやめてほしいんだけどって言われて、いや今のはっつって今のはって、コンボミスして相手に切れるっていうのも大概ですから今のはっつって、これこれこうでって言いながら帰ってって対戦続けて、帰り一緒の車内だったんですよ、送ってもらう時に。すごいで、あの時に多分俺は後部座席座ってて、確かに助手席座ったんですよ。結構空気重くて重かったな。でもね、わかんない、俺なんとなくだよ、覚えてるけど多分ごめんねって言われた記憶だけある。なんかで言われた記憶だけあって覚えてないけど、そうマジで俺あれ帰ってマジでめっちゃ調べた。なんかほんでアキラも嘘ついてないなと思ったし、そういうやつじゃないって分かってたから。でも俺そんなこと起こるって思ってないから、一生家庭用でやったらマジでそれがなんかあって、マジだなんかバグ起きるみたいな。こいつは人狼じゃねえっつってめちゃくちゃ臭いけど人狼ではないっつって、プンプンしたけど干すには早い。白でした、ね、だから多分スト勢の前で俺キレてる姿多分見てないっすよね。本気のキレとかはないっすよね。まあキレる人はいたからね、よく俺にキレる人はいたんですけど。だからキレられてることもないから、あんまり、まあそうね、なんか今のところなんか平和な、うん、もちろん喧嘩とかもないし、うん、なんか、まあ、僕は多分割と平和な感じでは。まあ、一番復帰は多分マージャンで負けた時ぐらいじゃない、多分本当にそんなもんだっけ。いやマージャンでなんか負けた時、思い出した、俺もマージャンやったよね。やったやっと3人でやったやったけど、あの時本当最悪で、アキラ君本当もう本当クソガキエピソードなんだけど、なんか自分が負けてる時は本当面白くないみたいな、なんか僕でやりたいと思ってなかったんでみたいなことずっとブツブツブツって言ってて、そしたら勝ち出したんですね。プロ転出してなんかいや楽しいなみたいなこと言ってて、こいつマジで終わってんなと思って、で俺とやちくんずっとなんかうんざりしながらやってて、どっちの状況の時も、あーこいつまたなんか言ってらーが、いいバージョンと悪いバージョン、あきらくんのあきらくんのテンション低い時も高い時もどっちも、うーわこいつめんどくさっつって俺らずっとだんまりでやってたもん。それの前に一個だけ免罪符っていうか、俺の言い訳ね、朝一パチンコかスロット打ちに行ったんですよ。ああそうです、その時で一緒に抽選引いてていい番号渡したんですよっていうのがあって、多分だから文句言えなかったんだと思う。やめなそりゃ。俺全然パチンコとかスロットとか打たないけど、とりあえず行こうよって言って一緒に抽選行って
そうですね、まあ今日、まあ多分本当に言うたら結構久しぶりに、まあ先週あったんですけど、言うてもその時数年ぶりだったし、でこの2人も結構久しぶりですよね、うん、そうだから、まあ、わざわざね LINE 送ってすぐ、いやマジで一つ返事でいいよって全員来たから、まあ人望あるんだなと思いながら2つ返事まあこういうところがねやっぱね可愛げがあるっすよねまあ、ありがたいなって思いつつ、もちろんさんけどね、モンタさんもこのお店でちょっと撮影させてもらいたいんですけどって言ったら、まあ、すぐ全然大丈夫ですよって言ってくださって、まあ、ちょっと時間もね、わざわざちょっと平成時間過ぎても今撮らせてもらってるんで、やっぱまあいろんな人に助けられてるなっていう自覚があるんで、まあその人に迷惑かけることあると思うんですけど、まあ、自分も人助けというか、困ってる人いたら手差し伸べるとかはまずちゃんとしたいなって思うし、まあ今後もそのまず自分のために、まあそれができるのって例えば自分の生活が安定してるから他人に目をかけれるとかもあると思うんですよ。だからまず自分の生活が整えることによって他の人の手伝いであったりとか人助けできたらいいなと思うんで、まあちょっと引き続きねご指導ご鞭撻にしていただけたら。みんなね年上の方なんで、あの LINE 来たらねすぐねうるせえなとか思わないんで思ってもらっちゃう、思うわけないんで。いやでもやっぱりね、その自分だとわからないことってあるじゃないですか。特にやっぱり配信とかって俺すごい肝に銘じてるんですけど、自分の配信に来てくれる人って自分のこと好きな人なんですよ。だからいい風に見えちゃうんですよ、それがどんだけ悪いことをしてても。っていうのが、いやアキラこれマジクソだったよとかって言われる方が絶対良くて、改めるきっかけになるからっていうのはね、多分ね言ってくれる人たちだと思ってるんで、ちょっとあの距離取らないでもらえたらなって。あんま調子乗んなよってやっぱ言う。いやそうそう、あの月に1回あんま調子乗んなよって LINE 送るだけやってるのがあるんで、本当今日ありがとうございます。はい、頑張ってくれ。頑張ります。はい、あのお題は大丈夫なんで。いや、そうそう、ありがとうございます。楽しかったです。すみません。じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。